ですか。これより会議を開きます。財政及び金融に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。両件調査のため本日参考人として日本銀行総裁黒田晴彦君の出席を求め意見を聴取することととし、また政府参考人として内閣官房大臣官房審議官中村明宏君、金融庁総務企画局総括審議官三井秀則君、監督局長細水清志君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。田畑剛君。自由民主党比例東京ブロック選出の田畑剛と申します。本日は質問の機会を与えてくださりまずもって委員長をはじめ皆様方に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。尊敬する麻生大臣とは昨年6月の決算行政監視委員会の分科会以来、本日は2回目の質問ということでございますけれども、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。また私何分若輩ゆえ至らぬ質問をさせていただくかもしれないことを何卒ご容赦ください。さて、本日質問を させていただくに先立ちまして、先日の大臣書簡の中にございました、諸資料、すなわち日本最高戦略、それから経済の好循環実現に向けた政労使会議取りまとめ、加えて好循環実現のための経済対策、さらには、中期財政計画を改めて自分なりに、じっくりと読み返してみたところでございます。でその中で私の心に強く心に残ったといいますか、非常にこう感銘を受けた部分がございます。それは中期財政計画の中の一文でございます。引用させていただきますと、強い経済は国力の源泉である、強い経済の再生なくして財政の再建も日本の将来もない、このように中期財政計画の中では冒頭でスパッとこう言い切っていらっしゃるわけでございます。で我々自民党は一昨年の総選挙におきまして、日本を取り戻すといったお約束のもとですね、政権を奪還させていただきました。無論東北地方の復旧復興、これが第一の最優先課題だということには、これはもちろんのことでございますけれども、公約の第一は強い経済を取り戻すだったというように思います。私はこの地域財政計画のこの強い経済は国力の源泉である、強い経済なくして日本の将来もないというこの一文を読みまして、改めて政治を志した初心を思い出し切に伸びる思いがいたしたところでございます。さて時間も限られておりますので具体的な質問に入りたいと存じます。まずは先日の大臣所信にございました、GDP に対する評価でございます。冒頭大臣からは、実質 GDP が4四半期連続でプラス成長になり、物価についても底堅く推移するなど日本経済は着実に上向いているとのご発言がございました。確かに今週月曜日でしたでしょうかに公表されました平成25年10、12月期の実質 GDP 成長率、こちらの第一次速報ということでございますけれども、民間需要が強く牽引をしていくという形で、年率換算ではプラスの 1.0% を増、4四半期連続でのプラス成長となったところでございます。しかしながらその内訳をこうつぶさにこう見てみますと、海外需要、特にその輸出の伸びの鈍化が成長の押し下げ要因となっているやに見受けられるところもございます。GDP 統計に関しましては、本来は内閣府の所管ということは重々承知しているところではありますけれども、この海外需要に関する大臣の評価と先行きの見通しについてお聞かせください。麻生財務大臣。田畑先生ご指摘のとおり、この10、12の GDP がいわゆるプラス 0.3、 年率換算で 1.0 ということになったんですが、これは確かにその前10、12が 0.2 と下方修正されておりますので、
その意味では1月、3月、この10、12でちょうど1年ということになりますが、年換算で、ちょうど四半期連続プラスになったということになるんですが、おっしゃる通りに外需の方がこの数字を見ますと、外需の方はいわゆる輸入が増えて輸出はそのまま、輸入が増えたということは、これは間違いなく円安で輸入が増えているということは、それだけ経済がきちっと景気がいいから物を買うということになっているんだと思いますので、そういった意味では足元外需でマイナスに寄与しておりますとはいえ、実際問題として内需がしっかりしているということを裏付けでもあろうと思います。ただ輸出の方はちょっとこれは新興国とか資源国の需要が減速をしておりますので、そういった意味から輸出量が弱めという動きになっていることなどがありますが、いずれにしても外需の先行きにつきましては、世界経済が緩やかにではありますけど回復をしておりますので、輸出が次第に持ち直すということが期待されると思っております。ありがとうございます。田畑剛君、手を挙げてください。田畑剛君。失礼しました。ありがとうございます。内需がしっかりしていると、外需は、いずれ持ち直してくるんだけれども、内需がしっかりしているというご答弁だったというふうに理解をしました。やはりこの1年ちょっとでしょうか、比べてみますと、世の中見てみますと、報道と、報道をそのままストレートに私は信じるわけではないんですけれども、世の中を見てみますと、やはりこの明るいムードといいますか、随分とその状況といいますかですね、皆さんの表情とかも変わってきたなというのが実感としてございます。実際私もこの年末に実家の方にちょっとだけこう帰ってみたんですけれども、古かった冷蔵庫が新しくですね買い替えられていたりですとか、うちの両親は2人暮らしでもう70過ぎなんですけれども、孫も何人かできて、風邪をひいちゃいけないのか分からないんですけども、エアコンがこう最新型にですね、しかも1台じゃなくてリビングと、寝室とこう複数台こう買い替えられるというなど、こういうところも見て取れまして、やはりこの明るいムードが出てきたよというところが、この個人消費を刺激してですね、いるんだなというところを実感しているところでございます。ではその、次の質問に移らせていただきます。明日明後日と G20 が予定されております。先ほど大臣からご答弁がございましたとおり、10、12月期の GDP 成長率を見たとき、輸出の伸びの鈍化が新興国経済の減退、あるいは最近で言いますとタイの政情不安などもあるのかもしれませんけれども、こうしたことにあるということですので、ぜひとも会合におかれましては活発な議論をお願いしたいと、このように思います。さてその、G20 諸国の全体の GDP は世界経済のおよそ9割を占め、まさに G20 は金融世界経済に関する首脳会合と、こう呼ばれるわけでございますけれども、そうした中にあって我が国がこの G20 でですね、果たしていくべき役割、これについて大臣のご見解をお聞かせいただきたいと思います。麻生財務大臣。今週末からオーストラリアのシドニーで開かれるいわゆる G20 といわれる会合、増装中央銀行総裁会議というのは開かれるんですが、やっぱり米国経済が量的緩和を縮小されたから大変だと言いますけれども、量的に緩和された時も大変だったの、どっちでも大変ということになっとるんであって、どっちがいいのかといえば、これは量的緩和が縮小されたということは、アメリカの経済が良くなってるから縮小するわけですから、その意味では今回の縮小というのは、私どもから見てみるとアメリカの経済が少しずつ確実に上向きになりつつあるということなんだと思って、これは歓迎すべきものなんだと思っておりますが、
この金融政策について今までもこれケアフリーカリブレーテッド注意深く測定し、明確にクリアリーコミュニケート明確にコミュニケートする、という市場とのやり取りに関してこういう4つの C ってクリアリーカリブレーテッドクリアリーコミュニケートっていう言葉があるんですけれども、そういった中にあってやっぱり新興国とか、まあ、今台頭してきている国が見れば総じて過去に高インフレに見舞われたり、また何でしょうね、経常赤字がでかいとかそういったような国内的な問題を多数抱えている国が多いんで、そういった国々が大国のちょっとした話でポッと触れるような体力ではまずいんであって、ぜひそういった問題を是正するという態度をきちんと維持しておかないといければならんのだと思っております。いずれにしても日本としてはこういった状況にありませんので、私どもの場合は金融的にはかなり世界の中で最も安定している国の一つだと思っておりますので、そういった国の与えられている役目というのはおのずとそういったこうフラフラするところをきちっと、いやそんなことはない、流れとしてはこの方向ですということをきちんと伝える安心感メッセージというものが私どもで課せられておる大事なところだと思っておりますので、今後ともきちんとした方向を我々として伝えていき、経済成長と財政再建を両立させるという去年の10月の合意をそのままきちんと続けていかねばならんと思っております。田畑剛君。ありがとうございます。日本の金融システムの、まあ、安定性といいますか、それに伴 う, こう安心感をしっかりとこう伝えていくという力強いご答弁ありがとうございました。大臣におかれましては、まあ、連日予算委員会等々タイトなスケジュールの中でのご出張ということになると思いますが、ぜひ実りの多い会合となることを心より祈念しております。さて、話題は変わりまして、お隣の中国で問題となっているシャドーバンキング、もっと申し上げればいわゆる理財商品のデフォルトに関しまして、大臣はどのように見ていらっしゃいますでしょうか。まあ、最近ポツポツ報道にも出ているようでございますけれども、まあ、シャドーバンキングの実態ですとか、まあ、理財商品の残高等につきましては、まあ、中国の中央銀行である人民銀行もですね、まあ、正確にはその実態を把握しきれていないと、まあ、こういった報道もございます。でもし万が一仮にその理財商品の一部がデフォルトを起こすといったことが現実になりますと、まあ、我が国経済にも再び、まあ、甚大な影響が生じる可能性というのもこれは否定はできないのかなというふうに思うところでございます。まあ、この点についても大臣はどのような見解をお持ちかお聞かせください。麻生財務大臣。このシャドーバンキングの実態っていうのは、これは中国で金融が引き締めが行われ、中国銀行、人民銀行、農業銀行等々巨大なアメリカの中国の銀行が、縮小を引き締めを行ったのを境に、地方の政府、地方で金を必要としているところに需要があれば供給がというんで供給が止められておりますので、そこに起きたのがシャドーバンキングと言われるものでありますけど、まあ無人みたいなもので始まった、無人って分かりますよね、無人みたいなもので始まったものもありますし、またその他個人的な貸し付けでやったのもありますでしょうし、クラウドファンディングとは言いませんが、まあ、とにかくいろんな形で金を集めてやっていった、当然地方の軍隊もそれに関与しているとかいろいろ言われているのは確かですけれども、そういった問題をやっておりますので、基本的にこれが仮に破綻をしたと言っても、それは直接日本が出資をしているわけではありませんから、我々が直接被害を被るという確率は極めて低いだろうと思っております。ただ少なくともそういう企業の、そういうシャドーバンキングの力を得て企業としてそこそこ回している企業から
日本が物を買ってたりなんかしたりする可能性もあり、そういうのはないわけじゃないと思いますので、そういった意味ではどういった形の影響が出てくるか、これはちょっと合わせて、これちょっとなかなか計り知れんところだと思っておりますので、これは注意深く見守っていく以外に方法はないと今のところそう思っております。田畑剛君。ありがとうございます。そうですね、やはりその中国については、まあ、私は、まあ、あの各国はあの行ったことはないんですけれども、まあ、計り知れないところがあると、あの、まあ、そういう国だなという感じも ありますので、そうですね、ただやはりそのぜひともその、まあ、中国経済大きな、あ、 今や世界屈指 の経済大国になりましたので、まあ、その動向をしっかりとあの注視をしていただきたくお願いを申し上げまして、時間もありましたので私の質問はこれにて終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。次に小島敏文君。委員長。はい、小島敏文君。広島県ロックの小島でございます。あの麻生大臣、実は私、今から5年前に地方議員をしておりまして、衆議院出るか出んかという時にですね、実は麻生総理、この三段ロケットということでですね、長年のデフレをですね、克服できるとですね、本当に思い切った総額75兆円の事業規模を打たれました。これはですね、私はもっとですね、実は選挙区400箇所ですね、実は自民党はこうだということをですね、訴えて回ったんですが、まあ、結果はですね、ある程度残念ですけれども、本当に、まあ、そういうですね、あの麻生総理にですね、素晴らしいこうした施策を打たれてですね、今日こうして、次回にですね、質問できますことをですね、嬉しく思っております。よろしくお願いします。まあ、本当にあの不幸な3年間であったわけですけれども、アベノミクスがですね、自民党政権にとりましてですね、アベノミクスが成功しました。いわゆる3本の矢にですね、よって、実質 GDP はですね、四半期、4四半期ですね、連続上昇、また有効求人倍率は1倍を超えたと、失業率は 4% を切りました。デフレ、デフレ脱却に向けましてですね、経済は着実に回復しているというふうに見ております。一方において消費税も 8%、 そしてですね、来年10月には 10% ということでですね、これからが経済は厳しい難しい状況判断だろうと思うんですけれども、一方でですね、今世界の状況を見てますとですね、非常にあの1月からですね、ヒヤッとするようなあのことがたくさんあるんですね。1月にはアルゼンチンのペソが大暴落をしましたし、またその後ですね、そのいわゆる日経平均株価がですね、新興国の経済状況を懸念しましてですね、1日で600円、下がったことがございます。で、一方でですね、またあのこの新興国以外にですね、先ほども話がありましたけどですね、アメリカの金融緩和の縮小、あるいはヨーロッパの政府債務問題、中国のシャドーバンキングと、本当に多くの問題があってですね、本当にこのリスクが無視できないというふうに思うんであります。世界経済のリスクをですね、備えるためにもですね、やはり足腰の強い経済構造を作っていかなければならないというふうに、私も考えております。安倍総理は今までと同じやり方では激変している国際経済に立ち向かうことはできないと表明されました。産業の新陳代謝の問題、雇用制度改革、科学技術のイノベーションなどが成長戦略として挙げられております。設備投資、もちろん設備投資の拡大、女性就業率の向上などを図っていく必要があります。また一方でどうしても忘れてはいけないことは、政府の過剰債務の問題、これはですね、やはり将来にあたってですね、日本経済にとって極めて大きなリスクだろうというふうに考えておりますが、無駄をなくしながらですね、同時に成長による増収を図りながらですね、財政三権も進めていかなければならないというふうに考えますが、自民党を信じて一票を投じていただきました、国民の方々に対してですね、期待を裏切ってはいけないというふうに思うんですけれども、そこで経済の、現在の経済の状況、そして今後の経済財政運営の意気込みを一つよろしくお願いいたします。麻生財務大臣。今小島先生のお話にもありましたように、
三本の矢の、まあ、アベノミクスの効果もあって実質経済成長率が4四半期連続で安倍内閣になってからずっとということになろうかと思いますが、4四半期連続でプラス成長、物価はこれまでマイナスデフレということになっておりましたけれども、今12月の生鮮食品を除きます消費者物価、いわゆるコアと称するものですけれども、これもプラスの 1.3% になっておりますし、月例経済報告等々を見ましても緩やかに上昇しているということになっておりますので、デフレ状況とは言い難くなってきている、デフレ状況ではなくなってきていると申し上げられると思っております。で、消費税率引き上げによるやっぱり来年度平成26年度のやっぱり一番の問題は何といってもこの反動減を的確に対応していかなきゃいかん、それで補正予算をお願いしたわけですけれども、また今の景気回復の動きっていうのをこれまだ政府の主導による部分が大きいと思いますので、これが民事主導に変わっていくというようなものにするためには経済的な持続成長、経済成長は持続的にいかねばならないということだろうと思います。そのためにはまず平成25年度の補正予算が速やかに執行されるということだと思いますが、4月からの消費税の引き上げに伴いますいわゆる景気の下振れリスクといわれるものに対して万全を期すことにしたいと思っておりますので、そのために今年度ここにお願いしております平成26年度の税制改正におきまして、所得革新拡大促進税制の拡充とか投資税の減税等々をお願いするとともに、政労使会議において賃上げに向けた共通認識を取りまとめたところでもあります。企業収益の拡大が拡大して得た利益はそのまま内部留保だけでとどまっているという状態が長く続いておりますけれども、これが賃金上昇を通じて消費の拡大、また企業の投資、設備投資等と消費の拡大をもたらして、そしてそれが再び企業収益の拡大につながっていくという経済の好循環というものを目指していかねばならないと思っておりますが、こうした取り組みによって税収などの基盤となっておりますいわゆる強い経済というものを実現しつつ、平成西暦2020年までの国地方の基礎的財政収支の黒字化達成に向けて歳入歳出、これは両方でやらないとできませんね。片っぽだけ減らして財政収支がバランスしても景気が大不況になったりしたら意味がありませんので、そういった意味では両面、財政の健全化と景気の回復という両面のを同時に達成するという意味でこの方向のハンドルの難しいところをきちんとやっていくのが一番大事だと思っております。委員長、小島敏文君。どうもありがとうございました。私は政治信条はですね、地方の再生なくして日本させないということでですね、地方の景気を非常に気にしていますけれども、まあ、実は安倍総理はですね、太宰府天満宮からですね、梅の盆栽を買ったときにですね、全国つつ裏裏に花を咲かせるとおっしゃっています。まあ、そういうことでですね、一つ麻生大臣よろしくご指導をお願いいたします。次に、金融について質問をさせていただきます。地方の経済を活性化するためにはどうしても地域金融が健全でなければなりません。日本銀行が発表しております資金繰りの判断の DI、 また金融機関が貸し出し態度 DI を見てみますとですね、大企業も中小企業もどの業種も見ましてもですね、総じて改善をしております。アベノミクスをですね、実現するためにはですね、地方銀行がしっかりですね、金融仲介機能を発揮してこそですね、地域の中小企業の成長につながるというふうに思っておりましてですね、ここ30年間のですね、経過を見てみますとですね、銀行のですね、貸し出し伸び率が非常に下がっております。予対率ですね、これが低下しておりますけれども、バブル期にですね、大体予対率が9割以上あったんですね。で、今ですね、都銀なんか見てみますとですね、
約6割でございます。またですね、地銀、第二地銀見ますとですね、約7割ですけれども、まあに低下してますけどですね、また一方でですね、全国銀行協会の統計を見てみますとですね、銀行の収益構造は貸出利息が全体の5割近くを占めておるわけですね。私はですね、まだまだ貸出が伸びる余地があるというふうに思うんです。で、麻生大臣はですね、非常に貸付の奨励と、そして国債の PR という両面を持っておられてですね、なかなか立場は難しいとは思うんですけれども、先般来ですね、金融庁ですね、麻生大臣はですね、かねてから金融庁を金融処分庁ではなくて金融育成庁としたいとおっしゃってましてですね、その通りですね、昨年9月には監督方針の中でですね、中小企業の経営改善、体質強化の支援を金融機関に役割として求められております。同時に、先進的な取り組みをですね、事例集として出されました。本当に前向きに取り組んでいると思うんですが、銀行はですね、何も金をあさわせるとは思うんですけれども、さまざまな経営戦略の中からですね、いわゆるそういう予対率が低下しているというふうに思うんですけれども、そうは言いましても、銀行の一番の使命というのはですね、貸付であります。ここでですね、やはりこういう中でですね、経済の好循環を作っていく上でですね、地方銀行に求められる役割ということのご認識をよろしくお願いいたします。麻生金融担当大臣。これはおっしゃられるとおり、これから地方経済というものが活性化していくにあたって、今いろいろなベンチャー企業だ、いろいろな新しい目、もしくは中小企業の中でも素晴らしい技術を持っていて、その技術だけですごいものがある、これは地方もあるといくつも出てまいりますので、そういった中にあって地域の活性化というものを図っていくにおいて、その地域にある地場産業が元気があるかないか、 ものすごく大きなところだと思っておりますので、地域の金融機関、いわゆる地銀とか第二地銀とかいろいろございますけれども、そういったところに対してはそういったものは、これは伸びるというものを見る目利きとか、目利きです、そういったものを見る目利きとかいうものがをもっと育てないと、単に貸したから入られて担保がこれだけなんとかっていうだけでやっていると、とてもじゃないけど、地価が下がっていればその分だけ担保が不足してますって話だけに行きますけど、その企業の伸びしろなんかに目がいかない、結果としてはそういうコンサルティングの機能というものを高めていくという意味で、これはいけると思ったら積極的に、むしろこの仕事だったらこっちのこの会社のこの部分のにこの技術を少し貸与する、売る、そういったものをしてやったらどうですかとか、いろんな形で付き合いの広い地域の銀行の方の横の連絡でいろんな形の仕事が出てくるはずなんであって、ぜひそういった意味でどのような工夫をされるか、取り組みをするかというのは、これから銀行に挙げられているし大きな仕事で、これは今金融機関とは言いませんけど、よくやっているのは大きな商社というのはよくこれをやっているように見えますので、ぜひそういった意味では商社金融というものもあろうかと思いますけど、やっぱり地域はその地域に一番根付いているのは地域銀行、地方銀行のはずですから、その人たちの持っている情報の方がよほど多いんだと、その目で見れば多い情報を持っているはずなので、ぜひそういったものを積極的に活用していただければと思っております。委員長。小島敏文君。私もですね、地銀、第二地銀です、ね、とかもあるんですけども、やはりですね、目利きですね、これがいないということをみんな言いますですね、そういう面でですね、やはり、いろんな企業がありますけどですね、どうぞですね、各地銀もですね、そういう目利きを育てるというですね、金融庁もですね、ご指導いただきたいと、よろしくお願いいたします。次にですね、交際費課税の緩和について、ご提案なりお願いしたいんですが、この度ですね、時間がありませんから走りますけれども、全額投入、いわゆる損金参入800万ということになったわけですけれども、昨年ですね、その800万に続きましてですね、今回 50% となったわけですけれども、
まあ、あの公正課税というのは昭和29年から始まって、戦後のいわゆる荒廃をした日本を立て直すということから始まっていると思うんですが、今非常にですね、そういう内部留保、あるいはですね、バブル後の勝利というのは終わってましてですね、実はその当時ですね、統計を見てみますと、平成23年度の統計を見ますとですね、公債費は全体のですね、2兆9000億円だそうです。ところが、バブル最盛期はですね、6兆2000億円というんですね。で、やはりですね、消費の6割は、いわゆる GDP の6割は消費ですから、私は消費をですね、もう少し増やすためにですね、大臣、この 50% をですね、もう少しですね、いわゆる緩和してですね、やはり拡大して、元飲食をです通してですね、やはり景気が上がっていく後押しするというふうにならんかと思うんです。で、まあ、やはりですね、モラルの問題があるということは分かっておるんですけれども、ただ、その飲食に限ってですね、飲食費に限るということでですね、やるならば、私は問題ないのかというふうに思うんですけれども、ここはいかがでしょうか。麻生財務大臣、時間来ておりますので、簡潔にお願いいたします。小島先生みたいな考え方は大蔵省主税局にはほとんどございませんもんですから、したがって昨年は孤立無援みたいな形で中小企業だけこれをさせていただきましたけれども、昨年の効果がそれなりに認めざるを得ないところまで来ましたもんですから、今年は大企業ということをやらせていただいたんですが、大企業というのは額が大きいものですから取り急ぎ 50% ということで 50% までさせていただいておりますので、ぜひ先生の場合広島ですか、広島のいろいろあそこ大きな企業ありますので、じゃがじゃが使っていただいて、やっぱり効果があったということになりますと、来年 100% を目指したいと思います。ありがとうございました。広島県は流れ川がありましてですね、非常に越中央市場で有名ですけれども、どんどん使うように奨励します。よろしくお願いします。以上でございます。ありがとうございました。次に安住淳君。安住君、今日は大臣所信でございますので、大臣の所信の何点かについて質問をさせていただくと同時に、黒田総裁どうもご足労いただきまして、今年もよろしくお願いします。今年初めてでしたんで、金融緩和についてちょっとお話をしたいと思います。さて、先般の大臣がここでお話になった日本経済の現状と財政政策等の基本的な考え方、これを私も聞かせていただきまして、また読ませていただきましたが、ここからちょっとご質問させていただきたいと思います。全般の方はまあ、いいとして、この2枚目に入るところからなんですが、こうした点を踏まえ政府としては国地方を合わせた基礎的財政収支ですね、今もちょっとお話ありましたが、これを2015年度までに、赤字の対 GDP 比をこれをその2010年度の水準から半減、20年度まで黒字化するという健全化目標を掲げておりますと。今後これらの目標を確実に達成、着実に達成していくために、引き続き税収を拡大するとともに各年度継続して歳出を効率化していく必要がありますと、いうことをおっしゃっております。お伺いしますけれども、私もまあ そうだろうなと思って私もやってきたんですが、具体的にはどういうことでございますか。半減を達成するということはどういうことをやるということになるんですか。麻生大臣。基本的にはこれは GDP 比の対バランスということになろうと存じますので、基本としては経済を成長させることによって GDP のを拡大させ、他方歳出に関しましては無駄なものは使わない、きちんとするということでやらせていただいて、おかげさまで税収の伸びもこれだけ、まあ、GDP が増えた分だけ税収の伸びもありましたものですから、今年度は4兆円の目標を1兆2000億超えて5兆2000億という形になりました。そういった形できちんとしたものをやっていき続けなければならないのですけれども、それをやって今のような状況でやっても2020年と
というのにゼロにできるかというと、なかなかそういった数字がなかなか見えてきていないということで、一層の努力が必要だと思っております。安住淳君。ですね、やっぱりこれ実は2010年から国際公約をしております。私も G20 の席で何度も自ら話をさせていただいて、私の場合はだから消費税を上げていくということを言ったわけですね。で、今の大臣の話はちょっと抽象的だと思うんです。私が聞きたいのは、2015年というのはもう未来の話でなくて、来年度でございますので、じゃあ来年度を具体的に半減をするということはどういうことなのかということを私は伺いたいんです。それから20年度に向けて、こういうふうにゼロにしていくということをシドニーで多分またおっしゃるんであろうと思いますので、その道筋というのはもっと具体的に描かないと、歳出の削減なんて言ったって後で聞きますけども、そう簡単なことじゃ私はないと思うんですね。税収を上げると言ってもですね、経済人でいらっしゃるから分かると思いますけど、戦後ですね、右肩上がりに税収がどんどん増えて、永遠にそれが続いたなんてないんですよ。上がったり下がったりするのは当たり前の話ですから。そういう中で、社会保障費がもうですね、今年で30兆の予算組まれましたね。後でちょっとこれ話しますけど、来年もまたこれ増える予想なんですね。で、追いついていくには何をしないといけないのかとなれば、減税の話ばかり今聞こえてきますけども、実は減税なんかやってて本当に財政再建なんていくのだろうかということを心配しているものだから質問をしているんです。どうなさるおつもりなんですか。麻生大臣。これは基本的には、先ほどご指摘のありましたように、まずは財務省が作成いたしております平成26年度予算の今年度歳出歳入への影響試算におきましては、現行法にのっとりまして、2015年、平成27年の10月には消費税をもう 2%、10% で引き上げることを見込んで、織り込んで、これ試算を行ったところでもあります。で、試算結果の見通しというものは、引き続き極めて財政は厳しい状況にあるということだろうと思っております。従いまして、これは歳出面では、これは当然のこととして、歳出カットなどいろんなことをやっていかないといかんのですけれども、歳入面に関しましても GDP の比率をより高めていくということだと思いますが、今のまんまでいっても2020年までにはまだ 1.9% ぐらいまだ足りないということになろうと思っておりますので、そういった意味ではその分をきちっとした形で収めるためには、一層の経済成長をやる、医療費の話が出ましたけど、そういったものの削減を果たす、いろいろな努力をしてはならんと思っております。安住淳君。そこで伺いますけどね、消費税の 8% の引き上げが決まりました。もちろん反動減の心配とかあるでしょう。しかし、ここが私と、自民党の皆さんどう思っているか知らないんだけども、総理まで、ご経験なさっておられて、麻生先生ですから、私はね、やっぱり日本の財政は非常事態でないかなと思ってるんですよ。これ後で黒田さんにもお伺いしますけど、財政再建をするっていうのは、あまり人気の出る政策でないです。こんなお金じゃじゃ使いなんて景気のいい話は、もう選挙区でも人気があるからそういうことを言うんだろうけど、実は賄うお金をどうやってするのかって大変な話ですよ。何せ後で話しますけど、社会保障は今の予定で言ったら減らないんだから。そういう中で、この1000兆を超えた公的債務の中でですよ、今私はちょっと心配しているのは、与党の方から聞こえてくる話はやはり、景気のことが心配だという目先の話を、あるにしても、法人税の引き下げもそうだし、それから消費税で言えば、これ軽減税率の話も出てきましたですね。もちろんこの私も弱者と言われる方々に対してですね、何らかの措置は必要だと思って三党協議を財務大臣の時もやらせていただいて、給付付き税額控除の話もしました。しかし今はどうも 10% に上げる上げないのことで、また与党の中でまた総理も含めて悩んでおられるようなんですけども、私は財務大臣はいろんな会議の議事録を拝見をすると、私と同じような考えを持っておられるんじゃないかなと思うから質問をしますけども、
日本の財政は決してそんなそのまあ、いわば減税をどんどんやっていて体力をつけるような状態だけではないんじゃないですか。私は非常時だという認識を持っているんですけど、いかがでございますか。麻生財務大臣。やっぱり500兆の GDP、 税収、租税収入50兆で約20倍、1000兆の借入金というのは、これは安住先生、これは非常事態であることは間違いないと思います。はい、倍率で 227% とか OECD したんで 227%、 かつてイギリスが1940何年に 250% ぐらいまでに第二次世界大戦終了間際 247% か 8% までいったという例があるそうですけれども、そういったよう例に比べてもそれに匹敵するほどの状況ですから、極めて厳しい状況にある、私どもそう認識しております。安住淳君。その通りですよ。やっぱり外国の例を今挙げましたけど、米もですね、第二次世界大戦後にやっぱり大変なそういう債務の中で、まあ、後でちょっと話をしようと思ってたんだけども、金融政策で大胆なことをやって、まあ、いわばインフレにすることで、債務をですね、返していくような、まあ、安易なやり方をやって、それはしかし事実上増税ですからね、インフレにどうを導いて長期債務を安定するというのは、実は形を変えた増税だということも言えますからね。だからやっぱりそういう意味では、私はこれは禁じ手だと思うんだけども、実は麻生大臣おっしゃるように、戦後直後の日本もまさにそうだったんですよ。だって対 GDP 比 260% の債務がございましたですね。それこそ おじいさんが総理の頃なんていうのは、まあ、そういうことの時代背景で、まあ、当時はやむを得ないと思いますが、相当乱暴なことをしました。資産課税で 90% なんていうことまでやって、そして深淵にして、まあ、いわば持ってる価値をチャラにする形で国民に犠牲を強いざるを得ない状況まで来た。今はその当時、260% だけども、今は対 GDP 比でどれぐらいの累積債務ですか。麻生財務大臣。 OECD の数字で 227% だと記憶します。安住淳君。まあ、大体 240% ですから、まあ、正解ですね。で、私はですね、まあ、こういう状況の中で、このデフレを解消して、そして財政再建をするということは、国民の皆さんに対して決してその、まあ、嬉しくなるような政策でないところは辛いところだと思いますよ。だから今政府の中で法人税の話が出てきましたですね。で、私はちょっと気になるんで少しこの話をさせていただきますが、こういう今の認識に立つとね、法人税の引き上げがあると、まあ、実は私は 2.4% 下げたときに大事なんです。で、それはあまりに高かったんで下げたと。しかし震災があったんで、まあ、2年ほど我慢していただいたと。それを1年繰り上げた上げる提案をするというから、これは私反対します。しかし、まあ、これからまた議論で法人税を下げると。しかし実際大臣どうなんですか。法人税をよく見ると、法人税収を納めているうち、納めている会社のうち、全体の国際貿易、流通とか国内だけで、国内で例えばその儲けている会社でなくて、まあ、簡単に言えば外国と貿易、交易をすることによって利益を上げている会社が、その法人税を納める比率というのは法人税全体の中で何パーセントかご存知ですか。わからなければ私。麻生財務大臣。法人税収入が全体の中で、今法人の中で約 30% 弱の企業しか納めてないのは知っておりますけど、その中の比率で今の貿易のところの比率まで正確に債務を知っているわけではありません。安住淳君。実はですね、製造業で貿易に関わって法人税を納めているのは、私は確認していると 26% なんです。よく国際標準で、競争の中で日本の、まあ、いわば法人税が高いから、これを下げないと競争にならない、だから法人税下げるんだという論理ですけど、実は日本の国内の 76% の法人税を納めている企業の皆さんというのは、こうした製造業ではなくて、
流通とかサービスとか一次産業なんですね、大臣。ということは、地方の財源等も含めますとね、法人税をただ単に下げて、これ、あれでしょ、1%、4000億か。ね、そういうお金だから、つまり私も下げられるなら下げた方がいいと思いますよ、それは。でこういう現状の中でですね、安易に法人税を、他の代替財源なり、エリアをもっとこう拡大をするといいますかね、課税対象を拡大することでという税制改正ならまだ分かるんだけども、先ほど私と同じもしですね、非常事態だという意識を持っているのであれば、税収を本当に減らしていくことばかり考えるのは責任政党じゃないんじゃないですか。麻生財務大臣。法人税減税の話っていうのは、昨年の末、いわゆる税調、政府税調等々でいろいろ議論がなされ、今、いろいろこの問題について議論がされつつあるところです。で、今言われているのは、法人税を下げたら税収が増えるという話です。法人税が増えたら税収が増える。事実、やったのがドイツ、韓国、イギリスはやった。で、成功したじゃないかというお話をよく聞かれるんですが、なんでフランスとアメリカという名前出されないんですって、普通だったら必ず出すじゃないですかと言うと、返事が返ってこなくて、それはフランスもアメリカも法人税は下げなかったんですけれども、同じように法人税は伸びております。すなわち下げたところも下げなかったところもほぼ同じか両方とも伸びたというのが実態なんで、これをどう分析するかというところだと思いますが、安易に下げてそれが必ず伸びるということでは一概には言えないのではないかと私自身はそう思っております。安住淳君。いや、そうなんですよ。だから私はですね、危機感を持った方がいいと思いますよ。やっぱりですね、安易にそういう政治家はやっぱりね、もっと責任を持つべきだと私は思ってるんですね。反省を踏まえて消費税をこの上げるのに17年かかったんですね、 5% から。それは自民党にも大変な責任あると思いますね。政治全体のそれは宿題だったと思いますけども、そんなことをやってるうちにこれだけの債務を背負ってしまったと。そういう意味ではですね、私ちょっと気になったら第三の矢なんて言ってますけど、なかなかいい球が出てこないから、法人税を下げるという減税をいわば人質として差し出すようなことはないでしょうね。これは一番やっちゃいけないことだと私は思うから、この質問をさせていただいているんです。いかがですか。麻生財務大臣。それは第三の矢じゃなくて第二の矢だと思います。安住淳君。そうならいいんですよ。しかし私が少なくともちょっと感じているのは、なかなか規制緩和改革のいい球が出ないから、思い切って企業を減税することで見栄えを良くしようなんていうことをもし考えているといれば、私はそれは本末転倒ではないかということを申し上げたいと思います。財政再建の取り組みはなかなか国民の皆さんにとっても苦い薬だし、我々にとっても大きな責任があるから、なかなかそういう議論をする方は少ないんだけども、しかし私は自民党が勝ってですね、数を衆参で得たということは、ある意味でこれは非常に大きな責任があると思いますから、今こうしてお話をしているんです。で、さてその予算の話だけ少しして、次黒田総裁の話に移りたいと思うんですけれども、今回の予算は私はですね、やっぱり社会保障とか切り込みをやっぱりもう一つ頑張ってやるべきだったんじゃないかと。これはなぜそういうことを言うかというと、私どもが政権にいたときに散々自民党から批判されたからなんですよ。特に一例を出しますね、生活保護なんですよ。私が財務大臣のとき、当時の自民党の予算委員会のバッターの多くの方々が生活保護をばらまいていて、こういう予算は良くないということを散々言った。特に例えば当時の政調会長が質問を立たれて、あれでしたよ、生活保護を対象にする病院が大阪にはとかそういうところにたくさんあって、これはまさに金儲けの道具だ、こういうのはもうやめさせろとか、生活保護の受給体質が非常に問題だ。私も
それはなるほどそうだなというところもあったもんだから、これは役所も含めて調査をして、やっぱり適正化をやっていこうということになりました。だから私はある意味ではですね、政権交代した後に、生活保護費というのはどれぐらい削減して切り込んでいって、需給に対して、その需要に対して、どれぐらい抑制をしていくのかなという期待をしておりました。しかし、麻生さん、これ、25年から26年、生活保護費がどれだけ減ったかご存知ですか。時間がないから私が言いますけど、増えてるんですよ。今年度の予算で607億円増えてるんですよ。で、私はちょっと確認しました。なんでこれ増えてるのか、事務方に。適正化は235億円やりましたと、つまり削りましたということですね。ところが消費税が上がってくるんで、これは260億オンしたんだけども、純粋に増えたのが607億ぐらいあるんだって言うんですよ。大臣、これ言葉返しますからね、言われた分だけ返すから。ばらまきは自民党の方になっちゃうんですよ、これ。いや、倍返しなんてそんな下品なことはしません。生活保護はね、皆さんね、これ社会が高齢化するとやむを得ない部分があるにしたってですよ、自民党は景気が良くなって、景気が良くなっておっしゃってるんだから、論理的に言えば、景気が良くなったら生活保護はどんどん減っていくなんか、効率化をしないとおかしいじゃないですか。実際はそうでないんですよ、実は。これだけ景気が良くなって、税収が上がったって言っているにもかかわらず、失業率も減ったと言っているにもかかわらず、生活保護費を増やす予算を作っているのはどういうことなんですか。財務省に責任があると思って私は言ってるんじゃないんです。こういうことを改めていかないと、先ほど大臣がおっしゃった、私も予算編成に携わったから、同情申し上げながらも申し上げますが、歳出歳入両面での最大限の努力を行って、中期財政計画を達成するなんていうのは、絵空ごとに聞こえちゃうんですよ。いかがですか。麻生財務大臣。これは安住先生おっしゃる通りで、生活保護というのは、ずいぶんと予算の編成の段階で、いろいろ議論、まあ、かなり口論に近いような、言い合った部分だと記憶をしますけれども、少なくともこういった話は、これは私どもとしては、もう少しきちっとすべきではないかということで、社会保障の伸びが、少なくとも30兆を超えるという状況になってきて、とてもじゃ毎年1兆で、とてもやってられないと、そんなものは。したがって、これ、なんとかしなきゃというところの中に、それは医療費もありましたり、もういろんなものもあるんですけれども、この生活保護というものが一つの大きな話題になったということは確かですけれども、今おっしゃるような形で、決着としては残念ながら、力不足だったかなと思います。安住淳君。この点についてね、民主党にばらまけだけしからんというのは訂正してください。麻生大臣。残念ながら認めざるを得ないところがあるかと思いますが。安住淳君。社会保障はだから大変なんですよ。私もですね、やっぱりこれはただ削ればいいってもんでもないんだけども、やっぱり納税者の皆さんの納得を得ながら、特に九州もそうだし、私のような東北もそうだけど、やっぱり高齢化をして、例えば家を持っておられなくて収入のない方々の中には、やっぱり年金が少ない場合、どうしてもですね、生活が苦しくなって、主婦として行く方も増えていくんですね。で、そういうことで言えば、それは自然増かもしれないんです、実は。で、そういうのをバッサバッサ切らないのは、けしからん、お前たちはばらまきだってやった自民党の、私は考え方や、これは、運動論としてやったかもしれないけれども、それはちょっとやっぱり理性を欠いた根気だったんじゃないですかということです。今こうして現実に皆さんのやり方を見たって、我々と同じような苦しみを味わっているから、今私は申し上げたんだけれども、これは単なる一例ですよ。72兆6000億円の政策経費の大半はこういう問題を抱えているから、まあ、主計官は宿泊しますね、予算を作るのに。だから例えば1兆2兆を豆腐じゃないんですから削るなんていうのはそう簡単なことでないことは一番分かってるはずですよね。だからこそ税収を増やしていかざるを得ないんじゃないんですか。プライマリーバランスの話に戻ると、あなたがここまで、まあ、おっしゃられて、
基本方針をお述べになったから私これ述べてるんです。私と違うことをおっしゃってるんだったら別なんだけど、まあ、同じだなと思うから、ということは 10% はやっぱりやるということになるんじゃないですか。麻生大臣、 10% の件に関してということですけれども、これは基本的には 10% をにするということを織り込んでこの計画を立てておりますので、この 10% を織り込んでするためには例の18条の2項というクローズ条項がついておりますので、あのクローズ条項を考えますと基本的にはそれをできるような経済状況にしておかない限りはあの条項が働いてあげられないという形になりますので、私どもとしては景気をきちっと良くしておかねばならぬというところが一番肝心なところだと思って、今年度の予算また補正予算等々を組ませていただいておりますけれども、基本的には 10% というものをやれるような経済状況にせねばならぬと思っております。安住淳君。はい、あのやらない場合に結局プライマリーバランスの問題は公約を果たせないことに私はなることはもう地面塗りだと思うんですよ。ただそれぐらい逆に言えば経済が落ち込んでどうしようもないというんだったら別ですけども、先ほどあの私申し上げたように麻生大臣だって社会保障の話は景気のいい割に関係なく請求書が毎年1兆円ずつ来るんじゃないんですか。景気が悪くなったら社会保障のお金は減ると思ってらっしゃいます？違いますよね。どうやって賄うつもりですか。国債をどんどんまた発行するということになった場合はこれは大変私は危機的な状況になると思うんですけども、いかがですか。麻生大臣。おっしゃるように社会保障というものは景気の良し悪し関係なくある一定の比率で伸びていく、そういった傾向値を持った予算だとも思っております。中んずくこの社会保障は少子高齢化等々に伴ってその比率が高くなったりまたスピードが高くなったりしておりますし、いろんな意味でその他の社会保障関係のものが大きくなる、非常に大きくなったがゆえに他の予算が逼迫してくる、他の予算が圧迫されているという状態も確かだと思いますので、私どもとしては経済の成長を図って税収を増やすという方向を合わせて考えないと財政削減だけではとても賄えるわけがないと私どももそう思っております。安住淳君。まあ本当はね、そう簡単に景気が上がったからだって税収が上がるような今仕組みでないことも本当はやりたいんですよ。だいたい所得税のフラット化をこれだけしてですよ、所得がどんどん上がったって実際は 5% や 10% 台の所得税の納めている方が非常に多いんです。でフラット化をしたから 50% 以上の人がいないわけだから、そう簡単に所得が増えたからって税収上がらない仕組みなんです。法人税も実はそうなんです。だから今単純に景気が良くなったら税収が上がるという考え方は私はもうおやめになられた方がいいと思いますよ。むしろ高齢化社会の中でどうやってこの安定した財源を確保するかということにむしろ力点を置いたお考えに改めていただいた方がよろしいんではないかと思いますが、この話をすると黒田総裁との議論ができないので、まあ、この辺にしておきます。率直に申し上げてやはり大変なことではあるけども予算のもう少し拡張に対してですね、やっぱり政治が後押ししなかったらこれはなかなか切り込めないですよ現場は。社会保障の話というのは皆さんはもっと徹底的にやらないと、民主党はばらまいてたっていうから私そうかなと思って言ってたら逆に増やしてるからどういうことなのかなと、麻生さんらしくないなと、まあ、麻生さん副総理でいらっしゃるから総理でないのでこれ以上言ったって仕方がないけども事実としてそうだということは申し上げておきます。それから税収のことも非常事態だという意識を私と同じように持っているのであれば税収を減らすような話や還元する話ばかりしているというのは率直に申し上げて無責任ではないかということだけ申し上げておきますが、 10% についての認識は私と同じように考えておられるということなのでその方針に従ってぜひやっていただきたいと思います。黒田総裁お待たせいたしました。まあ、この話には本当は黒田総裁にもはまっていただかなきゃいけないんだけども4月で1年になりますね。日本銀行のこの、まあ、金融緩和ですね、13年度末でマネタリーベースで202兆、
まあ、裏を返すように長期国債の買い入れは142兆、私が財務大臣になったときは、これは白川総裁のときでございますけれども、大体マネタリーベースで12年度の末を基準にするしても約130兆と、これが14年末に270兆までいくということですね。で、同時に長期国債の買い入れも190兆までジャンプしていくと、わずか2年で、長期国債を、100兆円ほど増やすわけですから、これは実は本当に異様なことでございます。一例をだけ出しますが、まあ、フェッドは今、イエレンさんに代わりまして、少し、そういう意味では、この1月からですね、昨年の政策決定を受けて、市場からお金を、まあ、回収し始めているということですが、フェッドの例を出すと、08年の9月の時点で 0.9 兆ドルですね、資金供給が。これが 4.1 兆ドルということは、まあ、100円だとすれば約400兆です。どういうことを私申し上げたいかというと、日銀の出している270兆という方針は、我が国の経済規模から言うと、アメリカのバーナンキさんがやった、まあ、ヘリコプターからお金をまくようにというのは、アメリカの経済規模における400兆円なんです、日本で換算してね、麻生さん。我が国は予算規模から言ったって、我が国の270兆というのは、実は大変な異常な話なんですよ。で、その前にかなりアメリカの水準から見ても、実は私は緩和はしてきたなと思いますが、しかしそれがなかなか効果がなかったと。2倍になることでメンタル面での変化を起こしてきたということは認めますけれども、さて、これだけジャブジャブにして、この先の出口戦略というのはどうなのかということはみんな心配してるんですよ。どうも昨日あたりの議事録を確認をすると、インフレを 2% 達成しても、当面はこれだけの資金供給は市場から回収しないで、まあ、いわば残しておく可能性があると。ということは、多分その激変緩和をしないと、さすがにソフトランディングをしていかないといけないという意識でおっしゃっておられるのかもしれないなと思ったものですから、今日お招きをして、事情を聞きたいと思っておりました。黒田日本銀行総裁。ただいま、委員ご指摘のとおり、昨年の4月に始めました量的質的金融緩和というものは、かなり異例の巨額の金融緩和でございます。で、これまでのところ、その結果として、長期金利は安定的に推移しておりますし、予想物価上昇率も全体として上昇しているということで、実質金利が低下し、民間需要を刺激すると、そして貸出残高も前年比 2% 台半ばまで増加しているということで、そうしたもとで、経済全体も緩やかな回復を続けておりますし、物価も除く生鮮食品で、まあ、1% 台前半まで来ているわけでございます。で、そういう意味では、現在の政策はやや異例ではありますけれども、2% の物価安定の目標の実現に向けた道筋を順調にこれまでのところをたどっているというふうに思います。で、委員ご指摘のこの出口をどうするかということでございますが、この点は日米をともにいわゆる非伝統的金融政策と申しますか、まあ、量的あるいは質的緩和というものを続けてきた当局として非常に重要なポイントであることはご指摘のとおりでございます。米国の場合もご指摘のようにいわゆるテーパリングと言われてますけれども、次々に購入していく資産の額を少しずつ減らしてきているわけです。まだ依然として購入はしているんですけれども、バランスシートは増えているわけですけれども、その増えるテンポをスローダウンしてきているということでございます。で、日本の場合まだ 2% の物価安定目標へ向けての道筋は道半ばでございますし、2年程度の期間を念頭においてできるだけ早期に 2% を実現するという目標から言っても
そのタイムスパンから言ってもまだまだ半ばでございますので、今後そういった目標が実現される状況になった場合にどのように出口を探るかと、どういった出口戦略を取るかということは極めて重要でございますけれども、その時点の経済や金融情勢をよく見て最適の形で出口戦略を探るということになると思いますので、具体的にどのようにどういったテンポでやるかということについてはまだ今は時期尚早であると、それを具体的に議論するのは時期尚早であると思いますけれども、委員ご指摘のとおりこの点は日米をともに重要な論点であり課題であるというふうに認識しております。安住淳君。やはりアメリカはですね、非常にドル防衛に対して意識の高い国ですね。私もバーナンキさんや、当時のガイトナー長官とは何度も話をしましたが、多分アメリカはドルの価値を落とすようなことは絶対にしないと。だからこそやはり自立してきた経済が分かってくれば、この金融緩和策をやめていくと。ペソのアルゼンチンの話や、トルコの話が出てきますけど、それはよくよく考えてみれば新興国の経済は自立型で自ら改革をしたのかということも問われると思うんですよ。ただ単にですね、ドルを少し市場から引き上げただけで、風邪をひくって言ったら変ですけどね、くしゃみをしたら遠くで風邪をひいたなんていう、それはまさに改革をしていない証拠でもあると私はあえて野党の議員になったから申し上げる。これ G20 でこんなこと言ったら大変なことになるんだけども、それはね、黒田総裁ね、日本にも言える可能性があるんですよ。ちょっと財政の話をセットでしますとね、大胆な金融緩和は財政再建が前提なんじゃないんですか。政府やいわば政治が財政再建の意思をなくして、いわば日銀にこれだけでやってくれというのは、これはあってはならないことだと私は思うんですよ。先ほど麻生大臣が戦後の話をしたんで、私もちょっとなるほどと思いますが、これは英国なんかまさにそうですよ。それでいわば借金をインフレによって国の債務を減らしていくと。しかしこれは実は国民の皆さんには大変な増税なんですよ。インフレだけで消費税を上げるなんてもんでないぐらい物価の上昇というのは途端の苦しみを、特に経済的に苦しい方はすると。そうした言葉は悪いですが、手口を使うなんていうことは国としてあってはならないから、大胆な金融緩和に対して疑念の目を持っている人もたくさんおられるわけですよね。経済学者はなおさらそうだと思います。だからこそやっぱり財政再建をしながら、正しい道、正道を行くことによって金融政策は景気の底上げのためにやるんだという意識が必要だと思いますけれども、総裁いかがお考えですか。黒田日本銀行総裁。私も委員のご意見と全く同じでございます。ご案内のとおり、昨年の1月に政府と日本銀行は共同声明を発表しておりまして、その中でいわゆる三本の矢といいますか、そういうことが謳われているわけでございます。で、第一の矢というのが思い切った金融緩和ということを通じて 2% の物価安定の目標をできるだけ早期に実現するということが謳われておりますが、それと同時に政府は財政運営、短期的には財政刺激、そして中長期的には財政再建、そして第三の矢として、規制緩和、構造改革等々を通じて成長戦略を大胆に推進すると、こう3つがセットになっているわけでございます。で、そうした意味でも大胆な金融緩和ということはデフレ脱却、そして 2% の物価安定目標を達成するために必要不可欠であり、 2% の物価安定の目標を達成に向けて日本銀行としては責任を持ってそれに邁進する所存でございますが、
一方で財政再建は待ったなしであることも事実であり、財政が危機的な状況になったり、財政に対する信任が失われるということになりますと、国債の保有に伴うリスクプレミアムが上昇してしまって、経済の実勢と離れて長期金利が上がってしまうというような事態もあり得るわけでございますので、この点では委員と全く同じ意見でございまして、政府におかれてすでに中期財政計画というのもきっちりと決めて、2015年にプライマリーデフィシットを半減すると、基礎的財政赤字を半減すると、2020年にこれを解消するということを決めておられますので、それをぜひ強力に実行していただきたいというふうに思っております。安住淳君。つまりナローパスだということですよね。そんなに人が変わってもですね、この国にそんなにオプションがあるわけでないんだと私思うんですよ。麻生大臣、今私と総裁の質疑聞いていただいて、おられたと思うんですけども、やっぱりこの金融政策だけに頼って、景気を良くするんだ良くするんだというのは、私はですね、裏を返すとやっぱりちょっと危険な思想や発想が出始めてるんじゃないかと思うんです。それについてどう思われますか。麻生財務大臣。これは基本的に一番大事なところは、安住先生もよくご存じのように、日銀が金をする、よく言われるヘリコプターマネーという話ですけど、金をすれすれと言って30兆35兆まで吸って貯めたことがあります。竹中平蔵という人が担当だったと記憶しますけれども、だったってまだ死んじゃいないから、竹中平蔵さんがおられる頃の話、結論経験が来れなかったんですよ。なぜ良くならなかったかって、はっきりしてます。日銀が金を吸ってもそこへ行くのは、なんて言うの、仙台銀行の仙台銀行まで、そこまでは金が行くんですよ。それから先金が市中に出回るというのは、マネタリー、経済用語ではマネタリーベースが増えてもマネタリーサプライが増えない。でこっちは増えなかった。なぜ増えなかったかといえば、銀行に金を借りに行く人がいない。銀行に金が行く人がいない限りは、銀行の金が市中に出回ることはない。したがって不景気はどうにもならん。したがってGDP を増やすのは政府支出か設備投資か消費か、この3つが基本ですから、そのうち2つが詰まっておりましたので、政府支出が必要というんで、私どもは日本第2の矢として財政出動ということを申し上げ、第3の矢の経済成長ということを謳っておりますので、私どもとしても今お二人の会話を聞いてて、あ、同じだなと思って聞いておりましたけれども、基本的にはいわゆる経済成長というものができてこないと、金融だけで財政を再建するのは不可能です。安住淳君。平たく言えばブダ積みしたという話なんですけど、それは日本の社会の構造の問題なんで、ここで簡単に2分や3分で言える話でないのでね。ただ私は今総裁と話をさせていただいたのは、神様仏様稲尾様って言ったそうですけど、それ日銀様じゃなくて政府にはやることはあるんじゃないのかっていうことなんですよ。でこれがね、やっぱりね、長期金利が安定しちゃうと、少しインフレになると数字が良くなるんですよ、資産の。これが私は危ないと思ってるんですよ。黒田総裁、そのことはお分かりですよね。でそういうことで安易な財政再建の道に、増税がなかなかやりづらいから、小選挙区になって特になかなか苦い薬を飲むのがつらいから、そちらに走ったときはリスクは非常に大きいですよね。そう思われませんか。だから正しい道を行くべきだということを申し上げているんです。総裁、このことについて最後に。黒田日本銀行総裁。先ほど申し上げたとおり、財政に対する信任が失われるということになりますと、リスクプレミアムが拡大し、長期金利が上昇してしまうということで、
経済の再建あるいはデフレの脱却ということに対してもマイナスに影響するだけでなくですね、まあ、財政自身のそのファイナンスも非常に難しくなるということで非常に重大な問題を生ずる恐れがあるわけでございます。まあ、現時点ではですね、幸いに財政に対する財政状況は非常に厳しい、これは麻生副総理も言われた通りですが、財政状況は非常に厳しい状況ですが、今のところ財政に対する信任はなんとか持ちこたえており、国債も比較的リーズナブルな金利で発行できるということになっておりますし、日本銀行としても量的質的金融緩和を通じて長期金利の安定に努めているわけでございますが、委員ご指摘のとおり財政に対する信任が失われるということになりますと非常に重大な事態を招きかねないということで、やはり中期財政計画に沿って財政の再建をきちっと進めていく必要があるというふうに思います。安住淳君。時間がなくなりました。総裁ありがとうございました。今日は実は経常収支の話もしたかったんですけども、これも同じなんですよ。やっぱり、この赤字体質からなかなか抜けきれなくて、さらにこの赤字が拡大する方向にあると、まあ、燃料の問題やさまざまな問題があるにしても、やはり我が国というのは今大きなこの経済的な変動を起こしつつあるということは数字で明らかです。ムーディーズのことはあまり私は言いたくはないけども、しかしこれも格下げになる材料の一つであると。だからそういう点ではこうした危機に直視をして、やはり経常収支の問題についても単に税金を下げるのではなくて、構造改革をやることによって競争力をつけていくと、その中から税収を上げていくという意識をしっかり持ってやらないと私はいけないのではないかと思うんですが、どうも見ていると法人税の引き下げとかですね、安易な方に走るような心配があるので、今日はそういう議論をさせていただきました。引き続き、こうした問題については今国会で議論させていただきますが、今日はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。次に坂本大輔君。委員長。坂本大輔君。日本維新の会の坂本大輔でございます。今国会でも財務金融委員を引き続き拝命することになりました。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどの安住委員からもご指摘がありましたが、私もまずこの麻生大臣の所信に対してですね、財政健全化とですね、予算編成のあり方についてというところから、まずご質問をさせていただきたいと思います。昨年、11月1日、つまり、今平成26年度予算、本予算、もしくは25年度補正予算編成前ですね、の臨時国会での財務金融委員会における私の財政健全化に関する本委員会での質問に対して、歳出面におきましては、いわゆる要求の時点から施策の優先順位というものを洗い出さないといけませんので、先ほどご質問があったようにうわっと出てくることは十分に考えられますので、そういった意味では洗い出しをした上で基本的に12月の予算編成に向けて話し合って無駄をきちんと削減しつつ歳出の削減に取り組んでいかなければならぬというご答弁を麻生財務大臣からいただきました。これはですね、当初予算の編成プロセスを指しておっしゃったことかもしれませんが、補正予算に関してもですね、歳出という意味では同じであります。極力無駄な歳出の削減に取り組まないといけないのは同じであるというふうに思いますが、本会議や予算委員会でも我が党からたびたび指摘をさせていただきましたけれども、今回の平成25年度補正予算のうち 5.5 兆円、トータル 5.5 兆円のうち2割を超える約 1.2 兆円が緊急性のない基金への積み増しや新設に充てられました。本当に要求の時点から施策の優先順位を洗い出し、話し合って無駄をきちんと削減したとこれで言えるのでしょうか。まさにこううわっと出てきた要求に対してですね、当初予算に盛り込めなかったからとりあえず補正に積んどけという形にどうしても
なってしまったのかなというふうに伺えるんですが、この点いかがでしょうか。麻生財務大臣。基本的に坂本先生、補正予算というのは通常予算の膨張の予算と違って、補正を組むにはそれなりの理由があります。昨年度はいわゆる予算編成をスタートしましたのが12月の29日かにスタートしておりますので、普通ですとその頃は予算が上がって、補正の原案が出来上がっていると、その時からスタートしておりますので、もう予算の編成が通常には間に合わない。したがって補正予算をとにかく組んでおかないと来年、すなわち今年の46が持たないということで、あの時は組ませていただきました。その前、私のやらせていただいた5年前になりますけど、その時の補正予算はリーマンショックの後を受けたので、いわゆるで今回はいわゆる反動減というものが予測されるということで、どれくらいの予測ができるんだといったら1個まあ6とか7とかいう、まあ、民間の数字がいろいろ出たんですけれども、41社の平均で約 1.5 兆とか6兆とかいう額でしたんで、それに見合って景気が伸びてきたのはドーンと落ちる、その伸びた分、落ちた分を戻して、そこからまたスタートしていくには遅くて、元の線のこのラインまでずっと戻すためには市畜を大きく上げていかねばならない。市畜を大きく上げる空需はもちろんのことですけれども、9、12はもちろんのことですけれども、そういったことを上げていかないと平成、ま、この27年の、10月から消費税をもう 2% 上げさせていただきたいというお願いをしております。したがってそれを予算を、先ほど安住先生のお話にもありましたように、予算をそこで上げさせていただくということになりますと、来年度の予算編成をやりますときにはどうしても後半は 10% で予算編成を考えるべき、来年度は上がっておりますから。しかし予算編成する1、3月の間、これ今のようだ、ちょうど1年後の話ですけど、頃にはまだ上げるというのが決まっていないとすると、上げる前提でお前なんだこれやということになりますので、どうしても決めるとするならば、これはまず今年中にやっておかねばならない。今年中で今年中にです。今年度じゃありません。今年中にやっておかないと予算がおかしな形になりかねない。しかもこれは予算というのは、先ほど安住先生のお話にもありましたように、これは3党合意をしておりますので、これができないというのであれば、できないなりの理由と、それに伴う法律改正もせねばならぬということになろうと思いますので、私どもとしては、どうしてもこの四六で落ちた分を七九十十二できちっとした数字を出して、そして予算編成の時においては、来年10月には、消費税をもう 2% 上げさせていただけますといただきます、またそういったいただけるような状況にしておくということが、私どもに今年与えられた仕事でありますので、四六の反動減というのを極力低く抑えるというのが今回の補正予算の目的です。それが私どもの大きなの目的なんですが、ご存じのように長期的にかかる分はこういくらがいつまで分かるかっていうのはなかなか分かりづらいところがありますもんですから、そういったものに関しましては市畜で出します分か、もうすぐ後になる分もありますけれども、今ずっと子ども手当なんとかってあれずっと継続していくもんですから、そういったものは基本的に基金という形でやらせていただいたという形でご理解いただければと存じます。坂本大輔君。我々もですね、その消費税の増税に伴う反動減対策、市畜を、まあ、上げていかなければならないという点に関しては、これ全く反論というか、否定は全くいたしません。つまり補正予算が今回必要だったという点に関してはもちろん同意をするわけでありますけれども、しかしですね、その、まあ、例えば文科省管轄 の革新的プログラムに対して550億円基金が、新設されたりですね、例えば同じ基金に対して、補正25年補正でも積まれ、また26年の当初でも積まれという形もございます。つまりその補正予算というのはそもそも本来、
緊急的なもの、今回であれば消費税の増税のに対する対応というところにやはり限定すべきであって、その他もう少しこう長いスパンで見れる基金などの積み増し、もしくはそれ必要であれば、我々も別にその革新的なところにですね、投資をすることが全くいらないと言っているわけではございません。ただ、やはりその国民の目から見てですね、どうもこの本予算と補正予算のあり方というのが分かりにくい、見えにくい部分がどうしてもあるのかなというふうに思います。そして、これも同じ11月1日の私の質問に対しての麻生大臣の答弁なんですが、総じて補正予算の方が、そのチェックが甘くなりやすい傾向にあるというのは間違いなく、そういう傾向にあることは確かだ、これはずっと言えることだと私どももそう思っておりますので、これは十分注意の上にも注意をしておかなければならぬというふうに、大臣ご自身もこの補正予算どうしてもこう足りなくなった分補正予算に回せというふうになりがちだということもおっしゃっておられました。やはりその必要な予算に関してはきちんと当初で積んでですね、補正予算というのは限定的に極力その理由、先ほど大臣がおっしゃった理由をしっかり定めた上で、そこに対して本当に必要なお金というものを組んでいくというその予算の組み方そのものをやはりこう本来の筋に戻していくというか、補正はあくまでも補正なんだということを達成して、いかないとですね、財政健全化というのはまずその全てを明らかにすることから始まるのかなというふうに思いますので、その当初で、計上できなかったものを補正に回そうというやり方ではなかなか財政健全化というそのやはり無駄を見直していくという点からも難しいのではないかなというふうに考えております。このことについてちょっとお考えを伺いたいのと、もう一点すいません、今私が申し上げた考え方からしてですね、この平成26年度今年度というか26年度に関しては、そのよほどの例えば世界的な経済危機であるとか緊急性がない場合は補正予算は組まないというふうに理解をしておいてよろしいでしょうか。麻生財務大臣。ご指摘のありました最初のお話、補正の方が甘くなりやすいというのは、これはあくまでも一般論として申し上げておりますので、甘くなりやすい誘因が働くもう要素があるというのは確かだと思います。時間もないとかいろんなこともありますので、そういったことがあろうというのは通常言えることだと思います。それからその次のご質問ですけれども、これは最初に当初予算で計上できないから補正予算にで計上しているというわけではありません。で、補正予算というのはいわゆる財政法の第29条かのでルールが決まっておりますので、災害の発生とか大幅な景気の下振れ等々やむを得ざる事情に対応するため必要なものというように書かれておりますので、必要なタイミングで編成してきておるというようにおりますので、今言われましたように補正が本予算に載せられなかった分というわけではないというふうにご理解いただければと存じます。加えて今法制平成25年度の予算補正予算に申し上げさせていただければ、やっぱり目的は先ほど申し上げた2つで、何といっても反動減、ドーンとくる反動減というものに対する緩和、これはもう御党と同じことを言っているんだと思いますが、もう1点はやっぱりこの落ちた分を早く戻してやらないかと、成長軌道に。その目的とした施策は緊急に必要との観点から編成をさせていただいたものであります。で、編成26年度の補正予算をということのご質問でしたが、これはちょっと現時点で確たることを申し上げられるわけもありませんので、これもしうまくいけば全然やる必要がないことになろうかと思いますが、うまくいかなかった場合にはどうするかということは、私どもとしては常にもしかしたらまた何か大きな災害が起きるとかいろんなことは常に考えておかねばならないことだとは思いますけれども、今の時点でこれをやるつもりでおりますというようなことを答えられる状況にはございません。坂本大輔君。もちろんその今の時点で明確そのやりますやりませんということを明確にお答えはいただけないというのは理解をしております。ただやはりその繰り返しになりますが、補正というのはあくまでも緊急時に組むものだというところはしっかり認識を共有したいなというふうに思いまして、この質問をさせていただきました。
で、予算委員会や本委員会でもたびたび指摘が出ておりますが、やはりそのこの中期財政計画を達成していくためにですね、2020年度今の内閣府の試算では、経済再生ケースであってもこのプライマリーバランス基礎的財政収支の黒字化というのは今のところ厳しいというデータも出ておりますので、やはりそういった点からもこの財政というものを極力明らかに見えるようにしていってですね、一つの箱の中でしっかりその歳出削減に関して議論をしていければなというふうに思っておりますし、我が党からたびたび申し上げておりますが、財政健全化責任法案というのを、維新の会は出させていただいております。やはり そういう法的な部分でもその健全化というものをしっかり定めていくことも重要ではないかというふうに思っておりますので、この件も引き続きまた議論をさせていただきたいというふうに考えております。続きまして、財政面から見た社会保障の捉え方という点に関してお伺いをさせていただきます。今回の麻生大臣の所信の中でもですね、消費税率を引き上げることにより社会保障の安定財源を確保しつつというふうにありますが、実は社会保障給付費全体の増加に対する補填というものは消費税率引き上げではとても追いつきません。国費からの分は1兆円ですけれども、当然国地方を合わせた社会保障の増加というのはそれ以上約4兆円というふうに言われておりますがでございまして、社会保障制度の赤字、つまり保険料収入と支出の差ですね、これ国地方合わせてですけれどもの額は新規の公債発行額とほぼ同額というふうに言われております。つまり実は社会保障のこの不均衡、収入と支出の差というのが、財政健全化のポイントであると言っても過言ではない。日本の財政問題はつまり社会保障問題だというふうに、先ほど安住委員からも社会保障の問題指摘がありましたけれども、言っても過言ではないと数字的に見れば言えると思います。昨年プログラム法案ができまして、今後安倍内閣として具体的な改革を進めていくということになるわけですが、財政を預かる財務大臣としてですね、この財政という視点から社会保障制度改革への強い働きかけを、なかなかこれ先ほども議論があったとおり不人気な指摘になると思います。出してたものを削減するという話になりますので、ただやはり財政健全化ということをやっていくためにはどうしてもこれは避けては通れない部分だというふうに思いますので、財政を預かる財務大臣からですね、この社会保障制度改革への働きかけに関して決意を伺えればというふうに思います。お願いします。麻生財務大臣。これはもう高本先生、昭和34年岸内閣の時にこの国民皆保険制度っていうのはできております。以来今日まで世界に冠たる皆保険制度だと私は国が自慢できる制度の一つだと自負しておりますけれども、この社会保障制度そのものは社会保険方式だけで成り立ってはおりません。ご存知の今ご指摘になったように保険料負担とは別に公費の負担がその中に入っておる。しかも今おっしゃるような巨額の額が入っております。でこの公費負担の財源というのは何かといえば将来世代への負担の先送りということになります。特例公債に頼るだろうを得ないというのが今実態だと存じます。従いましてご指摘のとおり財政状況の悪化の最大要因は多分これかと、多分後世人はそう言うんではないかと思いますが、110兆、110.6兆からの巨額の額だと思っています。従いまして今後社会保障制度改革のにあたっては昨年成立いたしましたプログラム法に沿って受益と負担の均衡が取れた制度というものへの負担の改革を進めていくというのは極めて重要なんであると同時に、こうした社会保障制度の改革に加えて
毎年の予算編成過程におきまして、少なくとも社会保障費の自然増というものがのを最大限に取り組んでいきませんと、少なくとも少子高齢化という社会現象が結果として一人の65歳以上を64歳以下15歳以上6人4人で1人3人で1人ということになってきて、ゆくゆくは2人で1人とかいうことになってくる状況になってきておりますから、そういったことも考えてこの問題を取り組んでいかなければならない、非常に大きな問題だと思っております。坂本大輔君。そうですね、大きな問題だという認識は共有はできているんですけれども、やはりその、今後安倍内閣としてもうこれ最重要課題の一つであるというふうに思いますので、財政を預かる財務大臣、そして副大臣としてですね、この問題に対して、積極的に財政面から、ご指摘関与をいただければなというふうに再度お願いをさせていただきます。続きまして、黒田日銀総裁に本日は来ていただいております。いわゆるアベノミクス第一の矢、大胆な金融緩和について今一度確認をさせていただきたいというふうに思います。私のこれ理解かもしれませんが、つまり今回の金融緩和がですね、額は別にしてその異次元というふうに呼ばれる理由なんですが、つまりそのゼロ金利制約下において、名目金利の低下余地が乏しい中で、インフレ期待を高めていくことで実質金利の低下を促す、先ほど、麻生大臣からその借り手がなかなかいないからお金が市中に回らないんだというお話がありましたが、借り手を作っていく、経済政策によって借り手を作っていくことと同時に、やはり実質金利を下げることでさらに借りやすくすることも大事かというふうに思うんですが、ということを金融緩和によってやろうというのが今回の取り組みが異次元だというふうに言われる理由の一つなのではないかなというふうに私は捉えております。しかしこのゼロ金利制約下においてですね、貨幣上数メカニズムも貨幣数量説も基本的に成り立たない前提があるというふうに私は捉えているんですが、中で、じゃあ実際本当にインフレ期待というものをどういうふうに高めていくのかという部分に関して、黒田総裁のご認識を伺えればと思います。黒田日本銀行総裁。ご指摘のとおり、量的質的金融緩和の効果の波及チャンネルとしては期待に働きかけるというのが重要であることは言うまでもございません。ただ昨年この新しい金融緩和措置を発表した際にも申し上げましたけれども、名目金利を引き下げる余地が限られていることは事実でございますが、特にゼロ金利制約というのはまさにその通りで、短期金利はほとんどゼロのところに近づいているわけですが、中期あるいは長期、超長期の金利はイールドカーブはまだある程度立っておりますので、この量的質的金融緩和の中で50兆円、年間50兆円ずつ国債保有残高を増やしていくという形で長期国債を大量に買うということで、長期金利の抑制に努めるという効果もございます。それからもう一つはそうした形で大量に国債その他の資産を市場から吸収いたしますので、そういったものに投資していた金融機関あるいは企業個人等は他のものに投資をするという形で、いわゆるポートフォリオリバランスという効果もございます。それに加えてというか、まさにご指摘のとおり期待に働きかけるというものがあるということはそのとおりでございます。でそれでどういうふうにこのそういうことが進んできているかと申しますと、何と申しましても4月4日に量的質的金融緩和を導入した際にですね、人々の期待をできるだけ早期に抜本的に転換するという観点から 2% の物価安定の目標を2年程度の期間を念頭においてできるだけ早期に実現するということを強く明確にコミットメントを行いまして、
そしてそれを裏打ちするように量的にも質的にもですね、次元の、まあ、従来の次元と異なる、まあ、金融緩和を行って、それを毎月実行してきているわけでございます。でさらに先行きの政策スタンスにつきましてもですね、 2% を安定的に持続するために必要な時点までこの量的質的金融緩和を継続するということを明確にコミットをしているわけでございます。でこうした日本銀行のコミットメントと実際の具体的な大量の国債等の買い入れといった行動によって企業や家計に定着したデフレ期待を抜本的に転換して人々が考える予想物価上昇率を高めていくということができるというふうに考えておりまして、実際予想物価上昇率は全体としていろんな指標がございますけれども、全体として上昇してきております。さらに消費者物価の前年比が先ほど出ておりますようにプラス幅を拡大してきており、しばらくの間 1% 台前半で推移すると見込まれますので、こうした実際の物価上昇も予想物価上昇率を引き上げていくということになろうと思っております。坂本大輔君。この点に関してはまた議論させていただきたいと思うんですが、私の理解ではつまり日銀が気合を見せればですね、市場は動いてくれるはずだというところなのではないかなと。で実質昨年はそうだったと思っております。なので、上がってきたという部分はあると思うんですが、やはり2年目以降ですね、実体経済を回していかないと本当の物価上昇というのはなかなか見込めないのではないかというふうに思っております。すいません、もう一問だけ、その点とも絡んでくるんですが、近年の、まあ、GDP ギャップというものを一体どう見るかと、すみません、黒田総裁、ご退出いただいて結構ですので、ありがとうございました。GDP ギャップをどう見るかというところで、基本的にこの GDP ギャップはですね、いわゆるバブル崩壊以降、数年を除いて、マイナスが続いてきたわけなんですが、アベノミクスはですね、私の理解では、この、つまり、需要が少ないからだと。いうところで、この需要不足の克服というものを第一の矢と第二の矢で達成をしようとされているのかなというふうに捉えています。しかしこの需要不足がですね、実は残念なんですけれども、この成長期待の低下と供給構造の潜在的需要構造への不適合と、つまり、今まで工業型だった社会がですね、だんだんそのサービス型にシフトしていって、福祉や介護やそういったところに需要が生じているにもかかわらず、なかなかそちらにシフトしていってないというところが、ポイント問題なのではないかなと思っておりまして、つまり供給サイド側の改革もこれ不可欠だと。やはり鍵は3本目の矢、成長戦略にあるのではないかなというふうに考えております。そうした視点から見るとアベノミクス成功のポイントというのは、財政健全化に取り組み、日本に対する国内外の信頼をですね、確保しながら、産業構造の変化に対応して、ターゲティング政策ではなくてですね、国がターゲティング政策を取るのではなくて、労働市場の改革を中心とした、改革を行っていくことで労働生産性を高めていくことが一番重要なのではないかなというふうに考えておりますが、この点に関して大臣のご見解を最後に伺いたいと思います。麻生大臣。ちょっと労働生産性 その最後のところが一番の問題、ご質問ですか。ちょっと時間がないようなんで、労働生産性のところが一番のご関心のおありだと。労働生産性の話は確かにおっしゃるように、これは結構大きな問題なんだと思いますが、第一の矢、第二の矢の間にそのギャップがあると、使用と需要とギャップがあるという、間違いなくその通りだと思います。したがって市場でお金を借りたい、だって金利がゼロでお金を借りたい人がいないという前提で経済学って習ったことは、学校でも習ったことはないと思いますね。我々はそういう異常事態に今いるんですから、間違いなく世界で誰も経験したことがない状況を我々は今その中に、真っ只中におります。そういった中にあって、需要というものができてこないときに、日本の場合1次産業、2次産業、3次産業いろいろありましたけれども、人口からいきますと1次から3次へ大量に人が20%何移っておりまして、1次産業が約3割だったものが約5%ぐらいになり、
三次産業が70何パーセントまで膨れ上がり、二次産業がそこそこ27、8パーセントかな、今それぐらいまでいってるんだと思いますので、やはり日本としてはその三次産業のサービス産業とかいろいろなもの、それはもう漫画含めアニメーションでありとあらゆる病院やら何やら、今から世界の中で金を稼いでいけるものもいっぱいあることは確かですけれども、二次産業を同時に大事にしていきながらということを考えて、労働生産性ということで考えれば、やっぱり製造業というものをきちんと維持していくという姿勢は我々としては取り続けておかなければならない方向性だと思っております。終わります。ありがとうございました。終わります。ありがとうございました。次に三木圭君。はい、委員長。三木圭君。日本維新の会の三木圭でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にですね、消費税増税、5% から 8% を決定されたのは昨年の秋頃だと思いますけれども、決定されるにあたりまして、あの景気不対条項、先ほど麻生大臣もおっしゃっておられましたけれども、経済の状態を見て消費税増税を決めるということで、どのような指標を使われたのか、お伺いいたします。麻生大臣。これは三党合意によって出来上がりました消費税、いわゆる税制の抜本改革法というものの付則18条の2項だったか3項だったかにいろいろなこう指標が書いてあるんで、その中の指標はいわゆる物価動向、経済成長率、それからまあその他デフレ脱却、経済、まあ、いろんな指標が書いてあるんですけれども、そういった中にあって、まあ、複合的に勘案してそういったものを考えさせていただいたんですが、三本の矢による、まあ、三本の政策のによります効果もあって、景気は緩やかにかではあるけど確実に回復しつつある。それから物価の動向についてもデフレと言えるような状況ではなくなりつつあるということも確認をされたと思っております。したがいまして、私どもはこの世の中で消費税の引き上げに伴う反動減のリスクというものをどうやって緩和するかということに頭を入れなければいかんということと、成長率を四六で下がったも四区で戻す、そういった底上げを図るということを考えて経済政策パッケージというものを果断に実行していくということもあらかじめ決めておいてもらわない限りは、上げるだけ上げました、あとは死にませんじゃとてもできませんよというお話をさせていただいたりなんかして、昨年の10月の1日に決定をさせていただいたという経緯であります。三木圭君。ご説明ありがとうございます。私が聞きたいのは、実際にGDP 比であるとか、まあ、その景気不対条項のところにも、経済指標をいくつか見ると、それ以外にも見ていくということでしたので、前回の質問の折にですね、ぜひとも労働者の方のお給料、賃金が上がっているかどうかということも勘案して消費税の方の増税を決めていただきたいということもお願いを申し上げたわけでございます。その中で、まあ、GDP とかいろいろ書いてある以外にどんな経済指標を持って、決定されたのかということをお伺いしております。麻生大臣。これはすごい経済指標というのはいっぱいありまして、有効求人倍率とか失業率とか民間給与なんとか率とかいろいろございますので、そういったものをすべて複合的に勘案して総合的に勘案して考えたということで、資料の数字だけでもちょっと本当何行か忘れましたけど、すざまじいたくさんの資料を参考にさせていただいたと記憶します。三木圭君。ではそのうちの一つだけ私が去年からもお願いしておりました、お給料のベースアップといいますか、相対的に、まあ、労働者の方々がですね、お給料をいただく、その中でで、まあ、消費者物価指数が上がっていく、デフレから脱却するわけですから消費者、物価指数が上がっていく、そして、まあ、消費税も増税になっていく、その中で、お給料が上がっていることがですね、やっぱり前提条件になるんじゃないかということを申し上げまして、麻生大臣もその時にはですね、そりゃそうだというようなご答弁をいただいたと思うんですけれども、賃金の、方の、
査定といいますか、は厚生労働省のホームページを見るとですね、25年で同年度と同じ水準という結果が出ておりますので、そのことについて勘案をされたのかどうかということをお伺いをしております。古川財務副大臣。賃金についても見ております。消費税率を 8% に上げるということの決定は昨年の10月1日でございました。その10月1日時点において分かっておりますこの賃金に関するデータというのはですね、6月7月ぐらいまでのものがその当時、最新のものだったわけ で当時はいわばこう横ばいといいますか、必ずしも十分な水準ではないのではありますけれども、しかしこの10月1日に同時に公表しました経済政策パッケージ、ここにおきましてですね、例えば政労使会議において共通の認識の醸成を図る、あるいは所得拡大促進税制を拡充する、足元の経済成長を賃金上昇につなげることを前提に復興特別法人税の1年の前倒しでの廃止を検討するというふうにですね、この企業収益の拡大を賃金上昇につなげる取り組みというものをたくさんここに盛り込んでおりますけれども、こういう対策を打つことによって、ここは頼るというような判断をしたわけでございます。三木圭君。今ご説明いただいたのは企業に勤めている正社員の方のことかな、企業の収益も含めて正規労働者のことかなと思っております。同じようにですね、私も少し調べておりました、1月から9月までの統計の中で、正規雇用の正社員と言われる方は45万人減少していると、で、非正規雇用の方が117万人増加しているという中でですね、いわゆる失業率が良くなった、そういうのも全部非正規雇用の方が非常に多いわけですね。今副大臣がおっしゃった対策というのは正規雇用の方には効くかもしれないけれども、パートで働いている方々にはそういった波及がなかなかいかないんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。古川財務副大臣。確かにおっしゃる通り、正規は上昇傾向だったわけですけど、パート等ですねについてはむしろ減っているというような数字が出ておりますおりました、その当時ですね、去年の7月ぐらいですけれども、しかし、先ほど申しましたような取り組みを通じて企業の収益が伸びることによって、雇用あるいは所得の環境が整うことによってその所得が増えていくということを期待する、その取り組みを総合的に打ち出すということですので、そういう意味では正規社員であっても非正規社員であっても、そういう恩恵はこうつながっていくわけですので、もちろんさまざまなこう労働法制等々ですねいうものもすべてこう総合的に力を合わせてその、政策効果の発言に努力をするということですけれども、あくまでも一般とそれからパート職員のその給与の水準の違いというものは、要するに企業拡大、企業の収益の拡大を通じてその所得を上げていくということを狙ったものでございます。三木圭君。残念ながらですね、25年内ですね、1年内 のパートタイム労働者の現金給与総額ですかは 0.6% 減になっております。で、正規社員の方は 0.7% 増ですので、こういったことを合わせてですね、考えて言っていただきたいなと思っております。今後今回はもう 8% に上がるということが決定しておりますので、ぜひ次 10% に上がるときにはこういった非正規雇用者の労働環境であるとか、現金給与所得、現金給与総額ですね、現金給与額というものもぜひそういった指標の中に入れていただきまして、十分な配慮をしていただけたらなと思いますが、いかがでしょうか。古川財務副大臣。先ほど大臣からも答弁させていただきましたようにですね、この引き上げにあたっては、名目それから実質の経済成長率ですとか、物価動向もさまざまな経済指標をもう全てを見渡して総合的に判断をするわけですね。ですからこの賃金についても、必ずしもそのいい状況ではないにしても
その今後の見通しを含めて総合的に勘案して決定をしたわけですね。ですから次回の判断をするという場面においても当然そこはきちんと見てまいります。三木圭君。すいません、では大臣の方にも、同じようにお答えいただきたいんですけれども、私予算委員会の中でもですね、女性の生き方とかそういうことに関していろいろ質問をさせていただきました。安倍内閣では女性が輝く社会というものを目指していろいろと施策を打ち出していただいておりますけれども、女性労働者のほとんどはパートタイムに従事している方も多いので、ぜひ 10% 引き上げのタイミング、またそれを考慮される際には女性のそういった労働力といいますか、そういったものを十分に引き出して日本の経済全体を底上げしていこうと思われるのであれば、そういったことも考慮に入れていただいて、10% 引き上げ時の指標に加えていただきたいと思います。麻生財務大臣。女性の輝ける社会、いろいろ表現しておられましたけれども、ご存知かどうか知りませんけど、去年金融庁16人上級職採用しておりますけど、女性職員どれくらいだと思われます？なんか新聞出てました、ちょっとはっきり覚えてない。 50% ですよ。8人女性、それが実態です。私ども大蔵省でも毎年1人はこのところ4人とか5人とか、私はそれをどうのこうの言うつもりはありません。しかし現実問題として大蔵省とか金融庁とかいうところですらそういう傾向になってきておるという実態、これは自民党だからと言ってるわけじゃありませんよ。そういったものになりつつあるんだと思っておりますので、基本的に女性というのはことあらずでなくても基本的には女性の比率は上がっていかざるを得ないというのが社会的情勢になりつつあるので、それができるような環境をするために、少なくとも女性働いている人、すでに辞めた人に対して一回辞めてもう一回復帰するときに子どものためにというんで保育所を会社の中に作っていると。私のところも大量におりますので、そういうのを作って復帰した社員というのをもう前に一回やっておりますから、それを大量に採用して、その方がよほど話が早く現場も知っておりますので、そういった形でやらせていただいて、企業によってそういった採用をしているところも実はいっぱいあるという現実も私ども知らないわけではありません。その上で今のお話を伺わさせていただきます。三木圭君。予算委員会では麻生大臣の前でも質問させていただきまして、社会、女性が輝ける社会づくりということで取り組んでいただいているのは分かっております。ただ上場企業とかですね、国家公務員ですとかね、そういったいわゆる一流大学が出てエリートって言われるような女性だけじゃなくてですね、一般の女性の、一生懸命働いているお母さん方とか、パートに行って働いている女性の方とか、そういったことに、そういった方々に配慮してくださいというお願いであったであって、女性の地位向上をお願いしているわけじゃないんです。まあ、これはもう時間がありませんので、副大臣の方ご答弁いただきましたので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、政府予算案作成時の前提となっております2014年度の経済成長率は実質で 1.4%、 名目で 3.3% でございます。民間調査機関の名目成長率の予測の平均は、2.33% でありますけれども、本当に達成できるのでしょうか。古川財務副大臣。その民間機関の試算がですね、どのような方法でその試算が行われているのかという詳細がわからないものですから、その民間の予測値と政府の見通しとの数字 その誤差がですね、どういうものかというのはちょっと直接はそれは説明はしにくいんですけれども、ただこの政府の経済見通しにおきましては、この2014年度の経済についてはですね、4月1日から消費税が上がりますけれども、その駆け込み需要、そして反動減、ここにはちゃんと留意をしておかなきゃいけないんです。きちんと留意をしておかなきゃいけないんですけれども、好循環実現のための経済対策を含む経済政策パッケージ、これをしっかり着実に実行していくことによって、年度を通してみると、前年度に続きまして、堅調な内需に支えられた景気回復が見込まれますので、この経済、
の好循環が徐々に実現していくだろうというふうに考えております。まあ、今回のこの政府経済見通しの成長率、実質 GDP 成長率というのはこうした見方を反映したものでございまして、いずれにしても申し上げましたように、この好循環実現のための経済対策の迅速かつ着実に実行してですね、その全力を挙げて取り組んでいきたいと、こういうことでございます。三木圭君。はい、では名目 3.3% 目標達成度が一応あるということで、予算組まれているというふうにご理解をさせていただきました。では次の質問に入らせていただきます。社会保障の問題についても聞こうかと思ったんですけど、皆さん聞いていらっしゃいますので、少し別の視点から新成長戦略についてお伺いしたいと思います。消費税増税後に消耗した消費者が再び財布を閉じる、先ほどもおっしゃっている反動減のがあるんじゃないかということで、一時的に税収が落ち込むことが予想されているわけですけれども、安倍政権は昨年12月、消費増税後の反動減に備えて国費で約 5.5 兆円の経済対策を閣議決定されております。 3% 増税で 7.5 兆円の税収増が見込まれておりますけれども、そのうち 5.5 兆円を還元するということでございますけれども、経済成長が大規模政府支出頼みになっているんじゃないかということを、心配される、ね、面もございます。短期的には財政出動と金融緩和によって景気が持ち直してはおりますけれども、中長期的には抜本的な構造改革を行わなければならないのは、先ほどからいろいろな委員の先生方が質問されていることで、明らかになっておるわけでございます。第三の矢と言われておりますけれども、その姿がいまだはっきり見えてこないということが言われていますけれども、本年の6月に、構造改革を推進するための新成長戦略をまとめるということでございますけれども、財政再建に有効と考えておられるその内容と検討状況についてお伺いいたします。小泉内閣府大臣政務官。お答えをさせていただきます。今第三の矢と言われるこの新成長戦略についての、既得権益に対する切り込みをどこまでできるかと、そういった思いもあっての三木先生の質問だと思いますが、総理は自らをドリルとこう例え、しっかりと今まで切り込むことができなかったところまでも自分がドリルとなって岩盤を砕いていくと、そういった決意をダボスの方でも訴えたところであります。具体例としましても、昨年6月の成長戦略の策定以降、例えば電力市場の自由化に向けた改革、そして再生医療を産業化するための改革、40年以上続いた米の生産調整の見直しなど、こういった取り組みを実現をしてまいりました。そしてこれからがまさにその正念場であるわけでありますが、先日産業競争力の強化に関する実行計画を閣議決定をして、成長戦略関連施策の実施時期と担当大臣の明確化を行ってまいりました。そして今ご言及のありました年内に予定している成長戦略の改定に向けては、先月1月に成長戦略進化のための今後の検討方針を踏まえて、働く人と企業にとって世界トップレベルの活動環境の実現、医療、介護、農業の新たな成長エンジン化、そして成長の果実の地域や中小小規模事業者への波及、こういった観点からさらなる構造改革について検討を進め、改定に反映させたいと、そういった状況であります。三木圭君。今いろいろとご答弁いただきました。要するに民間に存在しているさまざまな既得権益に対しても分け隔てなくメスを入れていくということでよろしいんでしょうか。小泉内閣府大臣政務官。冒頭お話をした通り、安倍総理の言葉にすべてが物語られていると思います。今まで歴代の総理の中でもおそらく自らのことをドリルと例えた方はいらっしゃらないんじゃないでしょうか。そしてそのドリルから無傷でいられるところはないと、そういったことも安倍総理本人おっしゃってますから、今政府一丸となってこれからできるわけがないと、そう言われたような改革も先ほど言ったようにさまざま進めてきたところでありますから、まさに三本の矢、これが問われている中で
3本目の矢がしっかりと中身あるものにできるように協力をして支えていきたいと思います。生井圭君。大変力強いご答弁をいただきました。ではぜひ頑張ってやっていただきたいなと思っております。ドイツでですね、シュレッダー改革といわれる大胆な構造改革が行われたわけでございますけれども、ドイツでは雇用制度と社会保障改革に柱を据えて、それまでのドイツ社会に古くより根付く風土規制概念であった過度な雇用規制の緩和、それ生活保護支給期間の短縮、失業率回復のための就業訓練の拡充、それから税制改革、規制緩和など、国民と大きな痛みを分かち合う改革を断行されたわけでございます。その結果、残念ながらドイツでは、次の選挙に惨敗してしまったわけでございますけれども、そういったことに恐れをなさずにですね、ぜひともその、改革を進めていっていただきたいと思います。いろいろと他にもお聞きしたいことがあったんでございますけれども、質疑時間が終了いたしましたので、これにて私の質問を終えさせていただきます。ありがとうございます。次に大熊俊明君。大熊俊明君。みんなの党の大熊俊明でございます。今国会からですね、こちら財金委員というふうにさせていただきました。大臣皆様方どうぞよろしくお願いを申し上げます。最初にですね、お尋ねを申し上げますのは、いわゆるアベノミクスといわれる政策がですね、成功していった場合、あるいは成功していかない場合でもですね、場合によってはですね、長期金利上がっていくと思います。財務省からですね、事前に事務方から資料をいただきました。5年後に大体 2.4% ぐらいというような数字、あるいは別の観点で、これちょっと別の時にいただいた資料ですと、平成35年で 2.65% 程度になる、つまり現在、新発の10年債で、0.6% とか、0.7、60とか70ベースぐらいですけれども、つまり 2% 弱上がっていくと、こういうことになるわけでございます。でそうした場合のですね、民間セクターとそれから公的セクターですね、それぞれの金利リスクですね、あるいはもうちょっと違う言い方をすると金利の緩濃度、これはどのように見積もられていらっしゃるかですね、民間セクター、公的セクターそれぞれについて教えていただければと思います。古川財務副大臣。まず公的セクターについて私の方からお答えさせていただきます。財務省が今年の1月に公表しました後年度影響試算によりますと、仮に平成27年度以降金利が 1% 上昇した場合には、国債の利回り償還費である国債費が平成27年度に 1.0 兆円、平成28年度に 2.5 兆円平成29年度に 4.1 兆円増加することとしております。増加するものとしております。引き続きやっぱりこの市場の信任を維持しまして、金利上昇による財政の影響、これ甚大なものがありますので、これを抑制するためにも中長期的な財政健全化に取り組むことが重要だと、このように考えています。民間セクター岡田内閣府副大臣。お答えいたします。我が国の民間セクターにおけるアベノミクスに伴う長期金利の上昇リスクについてでありますが、長期金利の上昇が金融機関に与える影響については、一般的に各金融機関の保有有価証券や貸し出し債券等の状況がまちまちであることから、断定的なことを申し上げることは困難でありますが、各銀行等においては長期金利が上昇した場合の影響の分析等を含め、多角的な視点からリスク管理を行っていると承知しております。また日本銀行が公表している金融システムレポートでは、さまざまな報告がされておりますが、例えば平成25年6月末時点で仮に金利が1ポイント上昇したと想定した場合、銀行等の保有する債券の時価は約
7.9 兆円減少すると試算されておりますが、こうした損失見込み額は今年度に入って低下をしております。さらに銀行等の資本基盤は全体として充実してきており、損失吸収力は高まっているとされております。金融庁としましては引き続き銀行等に対するヒアリング等を通じ、銀行等の抱えるリスクを的確に把握し、適切な監督を行ってまいりたいと考えております。以上です。大熊俊也君。ありがとうございました。ただですね、今民間セクターの中、ちょっと公的セクター後で伺いますが、お話になってないところがありますよね。要は金融機関、非金融機関、もっと具体的に言いましょうか、住宅ローンですね。これすごい大きなリスクですね。住宅ローンのリスクどのぐらい、公的セクターでいくとですね、フラット35ってありますよね。これちょっと今日は個別に行きませんけど、これは公的セクターで機構の方がものすごい、要するに金利も固定で貸しちゃってるわけですから、あるいは保証しちゃってるわけですから、保証料取ってるわけですから、オプション売ってるようなもんですよね。金利上がっていくとですね、膨大な損失無限大いくわけですよ。これ住宅ローンの金利リスクどんなふうに見ていらっしゃいますか。借りてる方ですね。今言われたのは金融機関ですよね。それじゃない、借りてる方ですね。教えてください。岡田内閣副大臣。一般に固定金利型の新規住宅ローン金については、各金融機関が長期金利の動向も参照しつつ決定することが多いことは承知しておりますが、住宅ローン金利の変動が顧客に及ぼす影響については、期間の長短、あるいは顧客の属性など、さまざまな要因に上るため、一概に申し上げることは困難であると思います。いずれにせよ各金融機関においては住宅ローンなどの融資商品に関連し、金利変動の影響も含め顧客に適切な説明を行ってもらいたいと考えております。大熊俊也君。今日は所信に対する質疑ということで具体的にいきませんけれども、ちょっと問題提起だけなんですが、これ下手をすると日本版サブプライムローン問題になりうると思っているので、ちょっとこれ個別にいろいろまた機会を見てですね、質疑をさせていただきます。ちょっと次行かせていただきますと、総理がですね、バイマイアベノミクスというふうにいろんなところでお話になっていらっしゃると思うんですけれども、これですね、ちょっとなかなか危険な要素があるんじゃないかなと思うんですね。よく麻生大臣、先日 の予算委員会の質疑でも、相場の水準については答弁できるわけないでしょうというふうにおっしゃる、その通りでいらっしゃるんですね。ところが、マイアベノミクスということですね、もうその時点で相場の水準をおっしゃってるわけですね。つまり割安であると、倍だと。内閣総理大臣がですね、これはちょっと普段 の, 麻生財務大臣の発言の趣旨からすると、ちょっとこれはちょっといかがなものなのかなというふうに思うんですが、いかがでございましょうか。麻生大臣。総理の発言はこれは投資家等々を含めまして 幅広い市場関係者が聞いてたわけですが、ですので日本の三本の矢というのは、三本の矢というのはどれくらい通じているかというのはよく言われるところで、日本人から見たら三つ矢サイダーと間違えられるからやめろとかいろいろご意見があったのを記憶しますけれども、三本の矢というのは間違いなく成長していくんだということで、日本に対する見方、20年間くらい続いた見方を変えてもらいたいということで、成長していく日本に投資をしていくべき投資をしていくべきだという趣旨で行われたものだと私自身はそう承知をしておりますし、英語でそういうような感じのニュアンスも取れましたので、私どももそう思いました。他方金融商品取引法というの、で出てくるいわゆる風雪のルフという条項があるんですけれども、これは有価証券の売買など事故または第三者が有利に行うため、または有価証券の相場の変動を図る目的をもって風評を流す行為と解釈をされておりますので、したがって総理のご発言そのものを見ますと、第三者の証券取引を有利に行われるために行われたものでないことがはっきりしておりますし、有価証券の相場の変動を図る目的をもって行われたものでもないと思っておりますので、風雪のルフというような話を言っておられた方もいらっしゃいましたけれども、この説は当たらないのではないかと私自身はそう思っております。大熊俊也君。麻生大臣のようなそういう成長なんだと、そういうことであればいいと思うんですが、倍というのはちょっとですね、
ちょっと危険な表現なのではないかと、これはまあちょっと私なんぞに、申し上げるのでもないわけなんですが、麻生大臣の方からです、総理にですね、ちょっとこの倍とかセルとかっていうのは相場に影響を与えうるよということで、ちょっと控えた方がいいんじゃないかというお話になられたらいかがかなというふうにちょっと意見だけさせていただきまして、27分までのように次行かせていただきますが、あ、すみません、一言だけ、もし倍とおっしゃるならですね、これはあの私が思うにはバイアンドホールド、前アベノミクスというべきであってですね、バイというとこれ当然セルが連想されるわけですから、エッジファンドなんかバイだけやってるところはありえないわけで、バイだけは言わ、バイだけ言うのではなくてですね、もし言うんだったらバイホールドというふうにおっしゃるべきではないかなというふうに一言意見を申し上げさせていただきます。ちょっと次行かせていただきますと、4月からあの消費税あの上がるわけなんですが、これあの、まあ、あの私どものような国会議員の歳費の削減措置もなくなるわけなんですが、公務員のですね、震災対応の 7.8% の給与減というのものなくなると、これまあ地元に戻りますとですね、あるいは地元の方だけじゃなくて、まあ金融業界の人たちなんかもですね、この辺やっぱりちょっと不公平感が強いよねというような意見が結構あるんですけれども、この点について、一言大臣の方からいただけませんでしょうか。麻生大臣。公民給与の特例減額のお話なんだと存じますが、復興財源確保のために臨時異例の施策として平成24年度25年度に限ってあれは講じられております。で、公務員の労働基本権を制約する代償としての人事院勧告制度を尊重する、それが政府の基本指定ですので、法律の規定通りに終了することはこれはやむを得ないところだと考えております。で、一方で公務員を取り巻きます諸課題に対しては恒久的な制度改革を実行に移すことで的確に対応していくということをしておりますが、具体的には地域、民間のいわゆる実態に合わせて能力、実績が一層反映されるように給与体系の抜本改革に取り組むとともに、定員管理の徹底、そしてすでに決定をしております退職手当の引き下げなどを通じて公務員が使命感やまた誇りを持って職務に取り組める環境というものを作りつつ、総人件費の抑制を図っていくということが大事なことだと思っておりますので、この中に国家公務員の中には特別職国家公務員でありますので国会議員も含まれているとは存じますけれども、この点に関してはこれは国会でご議論していただくべき筋のものだと思いますので、私の方からのコメントは差し控えさせていただきます。大熊俊明君。これは私の選挙区の方々じゃなだけではなくて、日本中の皆さんがこう民間の方、特にちょっとこの不公平感があるなということだけちょっと一言申し添えさせていただきまして、続いて次に行かせていただきます。ちょっとですね、NISA の関係は法案審議の時もありますので、時間の関係ですみません飛ばさせていただきまして、外貨準備の関係をお伺いいたしますが、このいわゆる外為特会ですよね、130兆円のこの金額も私見て腰を抜かしたんですけれども、これ通称為券というんでしょうかね、短期 の、 国債でもって調達をしているわけでございますが、これをですね、これまでも例えば2011年8月の円高緊急ファシリティ、あるいは2013年4月、海外展開支援融資ファシリティ、これは JBIC による民間投資への貸し付けということで、残高が、本日現在でしょうか、だいたい474億ドルと。ということになっているわけでございますが、さらに4月からですね、これ以外にですね、これら以外に運用をですね、民間に委託してやるんだと、こういうふうな発表報道があるというふうに承知をしているんですが、まずこの認識で間違いないかどうかだけ一言お願いいたします。古川財務副大臣。結構でございます。馬俊明君。しかしながらですね、先ほど申し上げたように調達の方は短期でやっておりまして、運用長期でやるんですよね。これもう ALM 的な観点から全然これおかしくないですかね。
古川財務副大臣。まあ、これは外為特会の運用についてはあくまでも外為特会の存在意義というのがまず優先しますので、そしてそこを侵食しない範囲において、運用するということになっておりますので、その通常の一般のですね、資金の運用の仕方と、必ずしも一致するものではないというふうに考えております。奥間俊明君。いや、伺っているのは調達は短期、運用は長期に なるでしょうと、それはおかしくないでしょうかと、まあ、通常調達を長期、運用を長期、これならまあ簡単に言うとですね、まあ、一致してますよね。調達は短期、運用が長期、これは普通は考えられない事態というかオペレーションなんですけれども、これはおかしくないんですかね。古川財務副大臣。外為特会のですね、まあ運用についてはですね、まあ、安全性および流動性に最大限留意した運用を行うこととするというふうに、まあ、運営方針が決まっております。でそれに従って、このような運用になっております。奥間俊明君。ご質問と答弁がかみ合ってないですが、期間の問題を伺っているんですが、まあ、ちょっと今日は問題提起だけということであまり突っ込みませんけれども、その期間が食い違っているというそういうご質問なので、ちょっとまた後ろの方とご相談の上、後日またご質問させていただきますので、もうちょっと突っ込んでご質問させていただきますのでよろしくお願いをいたします。それでもう一つ、この外為特別会見、これ事務方でお伺いしたんですが、保有有価証券どんなのを持っていますかと聞いたところですね、出せませんと。なぜならば、いつも麻生大臣がおっしゃっているようにマーケットに影響を与えるからだと言っているんですね。これは本当にそうかと。要するにこれ持ってますっていうふうに開示がダメだったらですよ、例えばじゃあ金融庁所管していらっしゃいますが、有価証券報告書の中でですね、少なくとも単体については上場会社で何を持っているかって有価証券開示しますよね。これが矛盾することになるじゃないですか。要するにじゃあ東京三菱銀行こんな株持ってますと、それ東京三菱銀行がこういう株持ってますって出したら、それマーケットに影響を与える、だから出せない、こういうふうに政府の場合はおっしゃってるわけですね。この特会のこういう有価証券出せないっていう明示できない、これおかしくないですかね。民間のもう一回言いますけど、と適時開示ですね、上場会社の適時開示、金融商品取引法上の適時開示では求めている。ところがこの特会の保有有価証券明細出せないと、まあ、ちょっと2種類だけ外国国債とそれ以外と2種類だけ書いてありますから、もう膨大な金額なんですね。1個で17兆円とか、17兆円ですからね、17億円じゃないですからね、膨大な金額なんです。何をどう思ってるかって、やっぱりまあ、こう質問通告にも書きましたけれども、まさかと思います。これ特定秘密なんですかね。麻生財務大臣。まず基本的にこれは国家の資産の安定、通貨の安定を資するのが目的であって、民間銀行と一緒にしていただいては困ります。外国為替の資金特別会計につきましては、これは同特別会計が保有します外貨資産の運用を方針というのを公表しておりますので、主要な外貨資産の内訳などについて公表するなど、可能な限り情報は公表してきていると存じます。その上で同特別会計が保有しております有価証券の詳細な内容を明らかにするということは、これは今何回なく申し上げておりますが、金融とか為替市場に不測の影響を与える恐れがあるということなので非公表とさせていただいているところであります。特定機密に関する事項というご質問もありましたけど、これは防衛に関する事項、外衛行に関する事項ということなど、特定秘密保護法において限定列挙された事業に関わる情報のうち、特に秘匿を要するものを指定することとされております。したがって外国為替資金特別会計の報告の保有する有価証券の名声が特定秘密に指定されるということは考えられないと思います。奥間俊明君。はい、まさかそう、おっしゃる通りだと思います。だからこそ別に公開しても問題ないのではないかというふうに申し上げているわけでございまして、
何を持ってるかということを、例えばそれを買いますとかですね、あるいは昔橋本龍太郎総理ですか、米国債売りますとかですね、そういうことを言えればそれはマーケットに大きな影響を与えますよ。だけどこれを持ってますっていうディスクロスするだけ、これはむしろ逆にやった方がですね、そのこの特会の、民間企業と違うとおっしゃいましたけれども、その趣旨からしても逆に公開をしていった方がですね、情報公開という観点からもですね、よりそのリスクを下げるんじゃないかというふうに私は、強く思います、が、一言だけいただけますね。違うとおっしゃることであれば一言いただけますか。麻生財務大臣。別の視点からの質問だと思いますけど、答えは先ほどお答え申し上げたとおりです。大熊俊明君。じゃあ今日はこれも問題提起ということでまたご質問させていただきますが、最後にですね、これもちょっと 法案審議絡みでもあるんですが、税のですね、国債化の課税、総合主義から今度貴族主義への見直しというのは入ってまいっておりますが、質疑が終了したということですが、これですね、結論だけ言いますと、この貴族主義ですね、外国企業とそれから外銀を使ったですね、租税会議の行為が可能になるスキーム、ちょっと私考えてしまったんで、ちょっとあと事務方このスキームで租税会議行為できちゃうぞというのをちょっと考えてしまったんですね、私ですね。こういうことを考えるのも別に金融機関の時に仕事してたわけじゃないんですが、なんでちょっとこれまた事務方とご相談させていただいて、こういうことを防がないと、事前に防がないとですね、おかしなことになっちゃうんで、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。次に佐々木健翔君。佐々木健翔君。日本共産党の佐々木健翔でございます。消費者物価と賃金の関係についてですね、麻生大臣と黒田日銀総裁にお聞きをしたいと思います。昨年の 6月14日にですね、閣議決定をされました経済財政運営と改革の基本方針についてという文書があります。で、以前はこれ骨太方針と呼んでいたものでありますが、そこにはですね、このように書かれております。今後物価の上昇が想定される中、賃金や家計の所得が増加しなければ景気回復の原動力となっている消費の拡大は息切れし、景気が腰折れすることにもなりかねない。 2% の物価上昇のもと、それを上回る賃金上昇につなげることで消費の拡大を実現し、所得と支出、生産の好循環を形成すると、このように書いてありますけれども、麻生大臣、これは間違いありませんね。麻生財務大臣。委員ご指摘のとおりです。委員長。佐々木健翔君。ここで、物価上昇を上回る賃金の上昇につなげると書いているのが、ポイントであります。で、その点は後で議論をしますが、前提としてですね、物価の現状について日銀の黒田総裁に確認をしておきたいと思います。アベノミクスと言われてすでに1年経ちますけれども、この間ですね、消費者物価は上昇し始めております。どの程度現時点で上昇しているのか、またその上昇した要因ですね、これをどのように見ておられるか、お答えをいただきたいと思います。黒田日銀総裁。消費者物価、いわゆる除く生鮮食品の前年比を見ますと、量的質的金融緩和の導入前の昨年3月はマイナス 0.5% であったわけですが、6月にプラスに転じた後、11月にはプラス 1.2%、 直近の12月にはプラス 1.3% となっておりまして、1% 台前半で推移しております。で、こういった状況の原因というか理由としては、景気が緩やかに回復を続けるというもとで、需給ギャップも少しずつ縮小してきているということを受けて、消費者物価がプラス幅を拡大しているのではないかと。現にこの間、上昇品目も広がってきているというふうに見ております。委員長。佐々木健翔君。そこでですね、その上昇をしている消費者物価でありますが、円安要因
これはどの程度の割合なのか、総裁の見解をお聞きしたいと思います。黒田日銀総裁。先ほど申し上げたとおり、消費者物価のぞく生鮮食品の前年比が 1% 台前半まで上昇してきているわけでございますが、この物価上昇の背景を見ると、円安やそれに伴うエネルギー関連の押し上げが相当に影響していることは事実でございますが、景気が緩やかに回復を続ける下で、需給ギャップが縮小しているということを受けまして、先ほど申し上げたとおり、幅広い品目で改善の動きが見られたことも影響しております。こうした改善の広がりというものは、いわゆるコアコア、食料、エネルギーを除いた消費者物価の前年比がプラス 0.7% まで上昇してきているということ、それから先ほど申し上げたとおり、上昇品目の割合が、下落品目の割合をかなり上回ってきているということを見ても、はっきりと現れているのではないかというふうに思います。委員長。佐々木健翔君。そこで配布した資料を見ていただきたいんですけれども、これは日銀に作成をしていただいたわけですが、物価上昇に寄与した品目ということで、消費者物価指数、昨年3月、それから今年の、昨年のですね、12月、前年比、それぞれ、これを比較してですね、大きな品目は何かということであります。で、まずですね、電気代と、これが非常に上がっているわけですね。それからガソリン、あるいは灯油、都市ガス、こういうものが上位を占めておりまして、確かにこの輸入の原燃料ですね、これが上がっているということの反映だと思うんです。それからルームエアコンですとか、携帯電話、カーナビ、パソコン、こういう電気製品が上昇しておりますが、これらはですね、アジアの生産拠点から輸入している、逆輸入というような製品が大変多いわけであります。これが円安で上昇しているということですね。例えばパソコンの場合は7割が輸入でありまして、テレビは9割が輸入であります。で、その反映、だと思うんですね。この中で保険料の上昇ってありますけど、これは特殊要因でございます。で、こういう状況を見ますとですね、現時点で、消費者物価を押し上げている要因のかなりの部分、これ円安にあるというふうに、言えるのではないかと思いますが、いかがですか。黒田日銀総裁。先ほど申し上げたとおり、円安が特に輸入エネルギー等を通じて、消費者物価の上昇に寄与していることは事実でございます。ただ、それからご指摘のような一部の逆輸入製品の価格というものに対する影響もあろうかと思いますが、全般を通じて、2つの点が重要だと思いますが、一つはそういった輸入物価の上昇、為替とかあるいは国際商品市況等の理由によるコストアップというのがあったとしても、需要の状況が良くなければそれを価格に転嫁するということが非常に難しいわけです。従いまして、輸入品であってもそういったものの価格が上がるということは、やはり全体的に内需を中心に経済が緩やかに拡大しているということの下で起こっているという面も留意する必要があるだろうと。それから先ほど申し上げましたとおり、いわゆるコアコア、これは比較的その消費者物価に輸入価格の上昇が転嫁されやすい食料品とかエネルギーを除いた指標で見ましてもプラス 0.7%、 これは確か1998年来ぐらいの上昇率だと思いますが、そういったことも踏まえてみますと、ご指摘のとおりその円安が影響していることは事実でございますが、次第に国内の需要がタイトな方向に向かっているというもとで、
幅広い品目で消費者物価が緩やかに上昇してきているということではないかと思っております。委員長。佐々木健翔君。まあ、しかしこれはですね、公共料金的な面がかなり大きいんですね。電気代とかですね、ガス代というのはですね、まあ、これ需要があるから、価格が上がるというよりも、まあ、コストが上がるから価格を上げると、まあ、いうことで、別に需要は変化、それはあるわけじゃありません。で、そういう状況があるもんですから、まあ、大変国民の方はですね、苦しんでいるわけでございます。商工中金の1月16日付のレポートによりますと、こう書いております。最近の物価上昇の要因をまとめると、エネルギー価格が上昇していることに加えて、耐久消費財価格の下げ止まりや保険料の引き上げによるところが大きい。ただし、これらは為替が円安となったことや保険会社の特殊事情を背景としており、需給ギャップの改善を裏付けるものではない。で、まあ、昨年この10月から12月の生鮮食品を除く総合指数はですね、 1.1% 12月期ですね、上昇しております。で、この点について第一生命経済研究所の試算によりますと、そのうち為替要因が 0.6 ポイント分押し上げていると。まあ、半分以上が円安要因と、まあ、こういう指摘でありますが、そういう、これが実態ではありませんか。黒田日銀総裁。先ほど申し上げたとおり、需給要因その他、まあ、いわばこう絡まって物価が上がっておりますので、何かこう機械的に円安要因とそれ以外の要因をこう分離するというのは非常に難しいとは思いますけれども、先ほど申し上げたとおり、いわゆる輸入物価の上昇が比較的価格に転嫁されやすい、そういった意味では諸外国でもしばしばそれを取り除いたところで消費者物価上昇率を見る、コアコア食料エネルギーを除いたものでも、まあ、プラス 0.7% になっていると。で、生鮮食品だけを除いたもので見ると、まあ、1.3% ぐらいになっているということですので、まあ、それをその、まあ、半分強ぐらいその円安要因以外であるというふうにこう言うこともできるかもしれませんが、先ほど申し上げたようにこう様々な要因が重なっておりますので、一概にこの半分くらい円安要因で、まあ、半分強ぐらいが円安以外の要因というふうに割り切ることも難しいと思います。委員長。佐々木健翔君。まあ、どのくらいかというのはいろんな計算の仕方あると思いますけれども、相当な要因を占めているというふうに思うんですね。そこで今後ですけれども、物価の上昇率、2014年度の終わりから2015年度にかけて達成すると、まあ、そういうふうに、つまり 2% 上昇をですね、そういうふうに言われておりますが、今後どうなるかということです。これ次の資料を見ていただきたいんですが、この日銀の政策委員がそれぞれ2013年度、14年度、15年度のですね、物価の上昇見通しを出しております。で、その中央値を見ますと、消費税増税の影響を除いたケースで、2013年度 0.7、2014年度 1.3、2015年度 1.9% のそれぞれ伸びでありますが、消費税増税入りますと、0.7%、3.3%、2.6%、まあ、こういう上昇になるだろうというふうに予想しているわけですね。で、これは経済財政諮問会議で、黒田総裁がつい最近出した資料のベースになっていると思いますが、これ間違いありませんか。黒田日本銀行総裁。その通りでございます。委員長。佐々木健翔君。それでですね、この、まあ、2012年度を起点として、そこを起点として、2015年度までにですね、物価は何パーセント上昇するか、まあ、それを見るためにですね、上昇率を単純に足してみますと 6.6% ということになるわけです。つまり3年間で消費税を含む消費者物価の上昇率はですね、2015年度には
6から 7% 程度の上昇と、まあ、そういうふうに、見てよろしいでしょうか。黒田日本銀行総裁。2013年度から15年度までの消費者物価の上昇率について、ご指摘のような政策委員の見通しの中央値を単純に足し上げていきますと、委員ご指摘のような数字になると思います。委員長、佐々木健翔君。これはですね、安倍内閣の想定とほぼ同じだと考えてよろしいですか。麻生大臣。総裁、黒田総裁が述べられましたとおり、日本銀行においてご指摘のありましたような物価上昇を見通しておるということは承知をいたしております。すなわち、今年度 0.7% 程度、来年度 3.2% の上昇、そのうち消費税率引き上げの影響を除くと 1.2% の上昇を見込んでおるということで、2015につきましてはまだ数値が示されておりませんから、政府としては2015年までの3年間の物価上昇率をお示しすることはできませんけれども、私どもとしては基本的に内閣府による中期試算の経済再生ケースにおいて、消費税率の引き上げによる影響を含め、2015年度までの3年間の物価上昇率は 6.6% になってくると、承知いたしております。委員長。佐々木健翔君。そこを押さえた上でですね、昨年6月14日の閣議決定のこの、骨太方針、最初確認したように物価上昇を上回る賃金上昇を達成しなければならないという閣議決定なんですね。で、物価上昇がですね、6% から 7% こうなりますから、3年間で賃金の上昇率がそれを上回らなければならないんです。で、そうしなければこの閣議決定に反する。賃金を 7% 上げるということはですね、賃金月額30万の場合は2万1000円、50万の場合は3万5000円上げなければならない。で、昨年はどうだったかといいますと、厚労省が2月18日発表した昨年12月の前金統計によりますとですね、基本給と残業代を合わせた決まって支給する給与は前年同月比で 0.2% マイナス、だいたいこの19ヶ月ですね、連続して前年同月を下回っているんです。で、2013年の平均で見ましてもですね、現金給与総額はですね、前年とほぼ同水準、上がってないんです。で、決まって支給する給与は前年比 0.5% の減、所定内給与は 0.6% の減であります。これはいわばマイナスからの出発とこうなりますね。で、そうしますとね、2015年度までに 7% の賃上げということはですね、本当にできるのかということになるわけです。麻生大臣、本当にできるんですか。麻生大臣。政府といたしましては、景気の好循環の実現に向けて今言われたようなお話を目指して、平成26年度の税制改正において所得を拡大していただいた方々に対しての促進税制の拡充、また復興特別法人税の1年前倒しでの廃止を行うとともに、政労使において昨年の12月の20日共通認識を取りまとめていただくなど、企業による賃上げのための環境整備に取り組んできたところであります。具体的な賃金水準というのは、これはもう会社の個別間の労使間の交渉を通じて決定されるものであって、これが政府が介入するというのは、これは我々のやっている自由主義経済資本主義では考えられませんけれども、政府としては引き続き賃金上昇を伴います経済の好循環が実現をしていくように、これは最大限の努力をして取り組んでいかねばならないと考えております。委員長。佐々木健翔君。政府は環境整備というわけでありますが、私どもから言われると、その環境整備はですね、なってないと思いますよ。なぜなら非正規労働者がどんどん増えて賃金水準が下がっているんですよ。その問題に対して
正規労働者を希望する方々にそれを保障するという政策は出てないし、これはまた逆行する方向しか出てないですね。あるいは最低賃金引き上げるのか、政府がやるべきことはそういうことをやらなきゃならんのにですね、抜本的な引き上げ策がほとんど出てないですよね。ですから、環境整備を整える、まあ、自由主義経済だ、お任せします、まあ、しかし旗だけは振りますよ。これではね、実際に実行ある賃上げ政策にはならない。で、したがって私はまだね、このままいったら、これは閣議決定にありますように、賃金や家計の所得が増加しない場合には、消費の拡大は息切れし、景気が底折れすると書いてある。その通りになるんじゃありませんか。大体この今やってる方向というのはね、国民の暮らしをどん底にこう突き落とすようなことになるのではないか、非常に私はそこを危惧をしているわけであります。まあ、むしろ消費税増税はもうやめて、しっかりと家計を支えると、そういう方向にきちっと転換をしないとですね、これはアベノミクスは破綻する、まあ、それはもう目に見えていると、そういうやつらいない。あ、時間が来ましたので、以上で終わります。次に鈴木勝正君。委員長。鈴木勝正君。生活の鈴木でございます。財政及び金融に関する件で、まあ、大臣の所信に対する質疑を時間の範囲内でさせていただきたいと思うんですが、今日私は通告のように財政健全化、それから歳出削減の必要性、そして財政健全化と税制改正、まあ、この3つの点からですね、お尋ねをしていきたいというふうに思っておりますが、質問に入る前にですね、ちょっとこれは資料も配っておりませんし、まあ、お聞きいただくだけでいいんですけれども、実はまあ、ヨーロッパ、特にギリシャのですね、破綻の後、まあ、どういうような財政再建計画が作られたかということをですね、ちょっとある方から聞いてまいりました。で、まあ、それで後からご質問に入るわけでありますけれども、まず歳出削減と、それから歳入の強化策と、それから構造改革、この、まあ、3つでですね、ギリシャは、まあ、今再建をしておるということなんですが、歳出の削減の中身を見ますとですね、国防費や公共投資の削減から、医療費の削減、年金支給額の削減、公選、まあ、公に選ばれたですね、全職員への1ヶ月間の賃金カット、12年度の話ですが、12年度中に1万5000人の減員、そして15年度までに15万人の公務員等の削減、それから観光庁の解体や統合、まあ、ずっと挙げればですね、きりがないんですけども、そうするとですね、もう今の我が国で、本当にこんな状況になったときに、こういうことが、まあ、それはやらなきゃならない、国を救うためにはやらなきゃならないということですけれども、どなたがですね、こういうその事態に直面をするのかと、まあ、いうことであります。で、それは10年先なのか、永久にならないのか、場合によっては3年先なのか、分かりませんけれども、まあ、こういうふうな状況にならないために、ならないためにですね、ぜひ、まあ、これは私の悪夢ですから、お前が夢を見とるぐらいならいいじゃないかと大臣はおっしゃるかもしれませんけれども、これは本当に国民がこういう状況に遭遇したときに、またそれをいわゆるその担当されておる内閣、特に総理とか大臣とかですね、そういった方々のまことを思うとですね、これは本当に大変なことだなというふうに思っております。したがって前置きがくどくなりましたけれども、そうならないために、まず第一点はですね、この財政の健全化というところからお尋ねをしていきたいというふうに思っています。でも、各党からですね、それぞれお話が出ております。まあ、第一点はいわゆるその国地方のプライマリーバランスということなんですが、2010年度に比べて、対 GDP 比の赤字をですね、半減すると、それから2020年度までに黒字化をすると、そしてその後はですね、債務残高の対 GDP 比の安定的な引き下げを図っていく、
まあ、こういうことになるわけであります。それでですね、私は前にもご指摘をしておると思うんですが、このいわゆるまあ内閣府のですね、中長期の経済財政に関するまあ試算によればですね、その2015年の半減目標、これはですね、2013年度から今後10年の平均成長率が実質 2% 程度、名目 3% 程度と、まあ、こういうふうになったからです。で、これはですね、本当に、その大丈夫ですかと、私はある意味ではですね、まあ、先ほどの冒頭のギリシャの話ではありませんけれども、甘い見通しじゃないんですかと、まあ、いうことをまあ繰り返し申し上げてきたわけでありますが、まあ、今日特にですね、お伺いしたいのは、まあ、問題はですね、2020年度の方でありまして、いわゆるその内閣府の試算では、11.9 兆円の、まあ、赤字が残るというふうにされております。したがってですね、これはですね、黒字化するということであるならば、まあ、さらに、収支改善の努力が必要だと、まあ、いうことなんですが、で、私はあの1月29日の本会議で、安倍総理にですね、質問いたしました。で、その黒字化にのですね、目標を達成するためのいわゆる道筋といいますか、まあ、どういうふうに歳出削減を含めて考えてみえますかというふうにご質問したらですね、総理の答弁は今後2015年度における財政状況等を踏まえて経済財政を展望し、その後5年間についてさらに具体的道筋を描いてまいります、まあ、いうことでありました。で、これは聞きようによってはですね、というかまあ私はですね、それでは2015年度までは道筋を示さないよと、15年度以降にいわゆる財政健全化の道筋を、まあ、過ごすと、示すと、まあ、いうふうに私は取ったわけでありますが、まあ、私の取りようが間違っとると、また大臣に叱られるかもしれませんけれども、やっぱりその冒頭申し上げたようにですね、今、我が巨額なその公的債務が、まあ、あるわけです。残高が積み上がっているわけですから、ここをですね、踏まえていくと、やはりその黒字化を達成するための道筋というのはですね、一日も早く一刻も早く国民に示して、そして共有のですね、まあ、意識として、今こういう状況だから、ここをなんとか国民の皆さん一緒に乗り切っていきましょうというようなことを私は示すべきだというふうに思っておるんですが、そのことについてまず大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。麻生大臣。ご指摘のありましたとおり、日本の財政のいわゆる対 GDP 比約2倍、OECD の主要国では確か 227% と記憶しますけれども、こういった巨額の公的債務というものを抱えておりますということは、もう大変厳しい状況であるということははっきりしております。そうした中で政府としては、財政の健全化といわゆる経済の再生というものの両立を向けて取り組んでおるというところでありまして、昨年8月に地域財政計画というのを策定して、その道筋をお示ししたところであります。おかげさまで中期財政計画では2015年のところまでは、約8兆のプラスマイナス差があったところを各年4兆ということで目標を立て、昨年は、1.2 兆上回っておりますので、5兆2000億返済というかバランスを良くすることに成功しておりますけど、これが2020年度までの計画を立てましても、今の通りきちんとやっていっても2020年度までにそこに達成するかどうかは極めて難しいと、あと 1.9% ぐらい差があるということになっておりますので、それをどういった形で GDP 比の低減というものを図っていくかということで、これは我々としては今後とも GDP 比の伸びと歳出の削減と、これ両方というのをやっていかないかなと思いますが、財政状況を踏まえてという話を総理の方からあっておりますけれども、まず私どもは2015年度まできちっとしたものをやります過程で、次の2020年度までの計画を立っていかればと思っております。もう一点、ギリシャの話があっておりましたけど、先生、一番ギリシャと日本の違うところは、ギリシャの借入金はほぼ外債であります。
日本の場合は国債がすべて外人の保有率約 14% ぐらいだと思いますけれども、外国人の日本の国債もすべて円建てでありますので、日本の場合は国債発行すべて円でやっておるということがギリシャと一番違うところだと存じます。鈴木勝正君。ギリシャの話は当然そういうのはですね、日本とギリシャとはやっぱり根本的に違うんだという話が出てくるというふうに思ったんですが、少なくともですね、財政再建計画というものはやはり日本であろうとギリシャであろうとですね、私は基本的には変わらないというふうに思うもんですから、私が見た悪夢をですね、今日ここでですね、皆さんにお話を申し上げて、本当にこれだけのことがやれるんですか、これをやる覚悟があるんですかということを、私は申し上げたかったということであります。したがって、財政健全化ということになると、その次はですね、当然これ歳出を削減をしなきゃならないと、いうことであります。で、この歳出削減についてですね、少しお話をさせていただきたいというふうに思うんですが、結局先ほどもちょっとお話がありましたが、その来年度の、一般会計予算のですね、基礎的財政収支対象経費を、見てみると、72.6 兆円と、いうことで、今年の予算より 2.2 兆円増になっておるわけですね。で、財務省の今年度の歳出歳入への影響試算ということを見てみますと、2020年度までの仮計算というのがついておるわけでありますが、それによりますとですね、一般会計の基礎的財政収支は、歳出効率化の場合と、それから歳出自然体の場合で、2020年度経済成長率 3.0 の場合では 2.8 兆円、経済成長率 1.5% の場合で5兆円の差が出てくると、こういうふうに示されておるわけであります。で、そうするとですね、いわゆる社会保障関係だけでも毎年1兆円ずつ伸びていくという、我が国の状況でですね、本当に今のような形のですね、この展開で、果たして、その歳出削減というのは、十分ではもちろんないまでもですね、いいのかと、これをまた心配性の私はですね、申し上げたいわけであります。で、その辺のところをですね、この歳出削減というものに対して、大臣のですね、見解を、改めてここでお聞きしたいということであります。総大臣。これはご指摘のありましたように、財政の健全化目標の達成に向けましては、これはもう当然、経済成長によります税収の増というものを図ると同時に、これは歳出面におきましても、引き続き普段の取り組みが削減に対する取り組みが必要、これは鈴木先生がおっしゃるとおりで、全く異論があるわけではございません。で、具体的には、先ほど安住先生のご指摘のもあっておりましたけれども、これは社会保障というのの比率は極めて大きい、今おっしゃいましたように毎年1兆円というような話になりますので、これは昨年成立をいたしましたプログラム法に沿いまして、これは普段の改革というのを進めていかねばならない、もうこれははっきりしていると思っておりますので、毎年度の予算編成を通じまして、今後社会保障制度全体の効率化または自然増の抑制というものに取り組んでいくことが、これは絶対必要だろうと思っております。またその他の歳出におきましても、予算の編成にあたりましては、これは洗い直しやら何やら、プライベートか、民間に関するとか売却とかいろんなものを含めまして、洗い直しや重点化、また予算の執行調査などを、いわゆる最近早いの言葉で言えば PDCA を使いまして、きちんとした取り組みをやっていかねばならない。これはもう歳出削減と税収の増、経済成長による税収増等々、これは両方を真剣にやっていかないと改革というものを立てられるわけではないので、2020年で今のところ行ったとしても、それは金利がその中に入っておりませんから、金利を入れたところで やらんと財政収支がきちっと赤字になって元本を返すというところまではいきませんので、そういった意味では2020年の今までのところが仮に達成できたとしても、さらに金利だけは増えていきますので、その金利分を減らす作業というものを引き続き行っていかねばならぬということだろうと存じます。鈴木勝正君。
またギリシャ の再建計画をですね引用させていただきますと、歳出削減策とそれから歳入強化策とそれから構造改革とこの 3つの種類があるということなんですが、その中でですね時間ももうあれですんでおそらく最後のご質問になるかというふうに思うんですが、今法人実効税率の引き下げをやることが景気が、を上げるんだということを、おっしゃっておるというふうに思います。でそこでですね今日 の、 新聞をちょっと持ってきたんですが、いわゆるその経済財政諮問会議がですね諮問会議の民間議員それから政府、政府、与党と財務省というのがですねこれ非常に、なんて言いますか、違った議論をしとるわけですよね。でこれは先ほど大臣もおっしゃいましたイギリス、ドイツ、韓国をですね例にとって、要するに税はその下げることによって、税収は減るかもしれないけれどもいわゆる最終的には景気が回復をして税収増になっていくという、考え方。一方はですね、麻生大臣が確か、麻生太郎財務相は今回の分析に、税率を下げずに法人税収が増えた米国やフランスが含まれていないと、いうことを指摘をされたと。さらに財政健全化の目標との関係をどう調整するのかと、こういうことをおっしゃったということであります。で、総理は非常にこう前のめりにですね、いわゆるその税を法人税を下げるんだと、いうことでありますが、果たして、率直に大臣にお伺いするんですが、大臣はここで、おっしゃっているように、その税率を下げずに、法人税収が増えたというところに、組みして見えると思うんですけれども、新聞から見ますと、私はこれは新聞ではそう書いてありますけれども、大臣自身が本当に今のこの状況下において、どちらにっていうか、どういうふうな判断をこのされておるのか、改めてぜひ聞かせていただきたいというふうに思います。麻生財務大臣。新聞に書いてあることを鵜呑みにしないという感性は正しいです。これは後で資料差し上げてもいいと思いますけれども、ほぼ同じ時期にイギリスとドイツと韓国は法人いわゆる税を下げて結果として法人税は増えたということになっておりますけれども、ほぼ同じ時期にアメリカ、フランス、ノルウェーはいずれも法人税を下げずに多額の法人税が伸びております。従いましてこれは何によって伸びたかというのの分析をきちんとやらないと、こういったものは片っぽは下げたらこんなに上がりましたよという話だけはちょっと反面もよく聞いておかないとならんところだと思いますので、私どもとしては当然のこととしてこの種の話はそんなにうまいこといくような話ばっかりじゃなくて、事実アメリカの場合は法人実効税率を下げましたのはレーガンの第1期目下げましたけれども、1期目下げた時にはいわゆる双子の赤字に転落、ご存知の通りです。で2期目に上げて結果として法人実効税率はその後伸びて、一番いいところはその後のレーガンの時代だっけ、ビル・クリントンの時代に一番収入が増えたと、税収が増えたというのはビル・クリントンの時代になったという経緯もありますので、これはいろんな国の比較をよく内容を詰めた上でないと、私どもはこれ産業構造の改革含めていろんなことを考えた上でやっていきませんと、課税ベースをどういう対象にするのかとか、この法人実効税率というものをどうするかにつきましては、上げるにしろ下げるにしろ何も触らないにしろ、これはよくよく他の項目でなんで税収が増えたかということでありまして、税収が増えるということは景気が良くなっているということですから、そうじゃないと税率は上がりませんので、そういった意味では広く
対象を見た上で決めねばならないというのが基本的な姿勢であります。鈴木勝正君、あと2分ありますので、最後もう一度確認をしたいというふうに思うんですが、まあ、これも先ほどのご質疑の中で出てきたんですが、まあ、大臣はですね、検査法人の割合が約7割だと、その日本はですね、したがってですね、こういう状況で税率を下げても効果はないと、まあ、いうような、そういった趣旨のご発言をされておるわけであります。で、ただ、まあ、安倍総理の方はですね、レベニューニュートラルというんですか、ということでですね、その考え方にはこだわらないと、まあ、言った趣旨の発言を、まあ、行ってみえるわけであります。まあ、したがって、まあ、もう一度大臣にですね、お伺いをしたいんですが、まあ、このような安倍総理の前のめりの姿勢に対する麻生大臣の お考えというか、をですね、もう一度一つ聞かせていただきたいというふうに思います。麻生大臣。前のめりとか後ろのめりとかいろいろこう見方によって違いますので、私から見ると別にいろいろな意見が出てこなければその内閣がおかしいんであって、これが下手するとすぐなんとなく閣内不統一とか不一致とかいうことが言いたいんでしょうけれども、なかなかそれ以外に言われないように我々も努力しておかないといかんところだと思っております。国民が迷惑しますので、基本的には私どもとしてはこの種の話を先ほど申し上げましたように、どれが最も景気が良くなり税収が増え、それによって実効税率、まあ、法人の実効税率の所得が収入が我々にとっては増え、同時に景気も良くなりといって、傍らこちらの歳出面の削減をやりということをきちんとやっていかないといかんところだと思っておりますので、この問題につきましては今からいろいろな意味でアカデミックなアプローチというものをやっていきませんと、なんとなく法人実行で下げればというそんな単純な話ではないのではないかと思っております。鈴木勝正君。ありがとうございました。まあ、いずれにしましてもこの法人実行税率の引き下げについてはですね、まあ、総理は非常に積極的であるし、大臣は少し違った数字データで、まあ、進めていくべきだと、まあ、こういうようなお考えだったように勝手に解釈をさせていただいて、私の質問を終わります。以上で大臣の所信に対する質疑は終了いたしました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。